ごめん、なんか新しいパソコンね、相性が悪かったみたい。はい、ワード2。聞こえてるって。違う人になった。ちょっと練習します。こんばんは、しゅうさん、こんばんは。りょうへいさん、こんばんは。あちさん、こんばんは。さくらさん、こんばんは。難しい。あ、こんな声がなかなか入りづらいのかな。襟につければいい。あ、そうか、羊みたいな感じ。これをこっちに持ってきたら声が入りやすい。あ、この辺にじゃあつけとこう。うん、羊だけどヒョウ柄っていう。あ、くるくるになっちゃった。あ、治った。
大丈夫。うん、聞こえる。不思議だな。今何してるところかな。ちょっと見てみよう。あ、ちょっと今洗い物とかしてます。32名様いらっしゃい。今和道家の食卓です。朝ごはんを作ってもらっています。なかなか、なんだろう、配信難しいな。何喋っていいのかわかんないし、これをずっと喋り続けるっていうのはすごいな。親子丼、うん、難しい。普段喋んないから余計、なんだろう、難しい気がする。助けてー水野さん助けてー。うん、そのうち何だろう、そういうね、配信とかできるようになればいいなと思ってます。でも何だろう、うーん、難しいな。エリカさんこんばんは。わずつです。ピカチュウ、うわ、あ、スクワットだ。大変。ハンチさん、ハンチさん、なんてことありがとうございます。いーちーにーちょっと待って、ね。さあ、よーん、ぐーあい、え、ぐ、ぐかい。ああ、スクワット。ああ、ハチさん。ハンナビありがとうございます。エリカさん、風ありがとうございます。ああ、これ、ちょっとね、あれだね、スクワット。うん。面白い。疲れちゃう。昨日の何時に寝たの？昨日は、何時ぐらいに寝てたのかな？昨日は朝の、4時ごろ、ん？ 6 時、5時ぐらいに寝た気がする、昨日。あ、ゆうこさんこんばんは。はっちさん、ハートありがとうございます。なんか YouTube を聞きながら寝てたら、 YouTube の話が面白くて寝れなくなっちゃったって。はい、ゆうこさん、のんちゃんです。
私は新しいパジャマに、冬用パジャマになりました。ちょっとね、さっき顔にクリーム塗ってテカって、なんか銭湯に、なんだろう、銭湯に行って、なんか電気風呂、銭湯に電気風呂みたいなのがあって、なんかそこになんか入って帰ってきたら、なんか足が痛くて、なんだろう、あれ効いてんのかな、危険な香りがしてきた。トモキティさんいらっしゃい。はい。もうファイナルニートって言われてます。和藤さんは、ま、今のところお仕事やってます。今日はちょっと早退しましたけど、今日はちゃんと行く予定です。お仕事は、そうですね、してないんですけど、なんだろう、実家のちょっとお手伝いをたまにしたり。そうすくない。そうです。いや、ちょっと草むしりとかしたり。うん。いや、部屋は、汚いんだけど、裏庭の草むしりをちょっとたまにしたりとか。で、部屋はちょっと、よしさんレベルって言われた。和道さんにこの間。え、よしさん超えてる？よしさん超えてるらしい。ファイナル、ファイナルニートは、ニートの定義が、34までっていう。そう。本当にだからファイナルニートになっちゃってて、今これからはもう来年からも無職無職と呼ばれなきゃいけない。あ、でも一応仕事も探してるんで。あ、そう、言い訳。いや、言い訳じゃないよ。ちゃんと、仕事して、ちゃんと、自分のご飯代ぐらいは、稼ごうと、思ってはいる。あ、これ油を切ってる。皮が。これ、やばい、油。仕事は、そう、仕事はいっぱいしたことありますね。仕事を。うん。なんでこんな君の大きさ違うの？え？俺、成田の卵、こんなことありえないんだけど。うん。同じパックの中にこんなに卵の君違うんだよ。ありえる？ライトが。あら、ほんとだ。ひどいよね、これ。ほんとだ。見た。これね、全然カメラだとさ、ライトアップできるかな。ライトアップ。まあ、いいか、全然違うんだよ。伝わるかな。全然違うの、卵の黄身。これちっちゃい。ちっちゃいでしょ？うん。すごいちっちゃいわ。全然違うんだよ。え、たまたまじゃないの？たまたまじゃなくて、大きさも違うの。え？これさ、東京の卵全然ダメなんだけど。嘘、いつも使ってるやつ、そんなことないよ。うん。
そこのスーパーのやつが、あ、ミックス卵っていうのかな、なんだろう、そうだよ、なんだろう、うん、うん、そんなこと見たことない。そこはね、そう、花嫁修行もしたいとこなんですが、なんだろうな、仕事は何したことあるかな、正社員は一回、なんだ、設計事務所の正社員をちょっとやってて、その後はもうバイト、バイト、バイト、バイトっていう、ずっといろんなバイト、マクドナルドでバイトしたり、あとは、カレー屋さんでバイトしたり、と、面白かったのは、あ、いろんなサイズ入ってる卵あるんだ。あ、知らなかった。あ、でも、卵のこの、なんだろう、殻の大きさ自体は全部同じの殻。で、中身の黄身のサイズだけ、なんかさっきのはちっちゃかった。面白かったのはアニメーション会社の仕事が面白かった。あと、建築事務所の、なんだろう、あ、設計事務所の仕事も面白かった。で、バイトは、普通盛りでお願いします。紙に何か書いてあった？卵、普通の卵だよね。うん、そう、普通の卵のパックだった。あ、おつー、あ、違う違う、あの、違う違う、おつーって言ってる人がいたんで、わどつです。ちょっと長い、くめくまくま猫さん、わどつです。なんか、あ、そう、こっぺちゃいらっしゃい。そう、面白かったんだけど、なんかどのバイトもなんかほぼブラックっていうか、超絶ブラックが多かった。一番ブラックは設計事務所が超絶ブラックで、そう、やこ丼これから今親子丼作っててもらってて、あ、自動延長にしといた方がいいですよね。はい。自動延長になるかな。お、もうそろそろ。いい匂いがしたから、できたかも。できた？うん。お、できた。できた、できた。親子丼ができた。そう、今日の朝ごはんは和道さんに作ってもらって、和道家の食卓。ホモビデオ男優以外の仕事は全部ブラック。ホモビデオ男優。え、じゃあホモ男優、あ、ホモ男優以外の仕事は全部ブラック。ホモ男優の仕事はブラックじゃないんだ。
すごい。あ、はい。ありがとうございます。わあ、大盛りだ。ドデーン、親子丼。完成でーす。見てよとかすごい。あ、じゃあ、コッペちゃんはいつもホモビデオ男優なんですね。パチパチパチ、ありがとうございます。あ、クマネコさんの分はちょっと忘れちゃった。どうしよう。え、はい。はい。え、みんなの分がないって、みんなの分がないって言ってる。うん。ちょっと食レポします。じゃあ今度みんなに振る舞ってもらう。和道家の料理を。うん。じゃあちょっとだけ食べてみよう。ちょっと暑いからね、こっちだからなかなか。暑そう。おお、これはすごい。あ、こっちで。いただきます。親子丼でーす。親子丼でーす。はい、これチェンジ。いいよいいよ。え？いや、俺おかわりするから。いただきます。はい。すごい美味しい。うまいな。これは、何あの醤油？かき醤油。かき醤油ってどうなんだろう。うまいね。普段のなんかいろいろ使える？そう。だしが入ってるの、牡蠣の。うん。へぇ。高いけどね。一瓶で500円。え、おい、お疲れ。熱い。うん。みりんと酒と。うん。あ、白だし入れてもよかったね。うん、全然、でも。白醤油。え、みりんだけど、かき醤油だけ？そうだよ。え？あ、砂糖が少し。うん。すごい。じゃあ、あれ、だし効いてるんだね、すごい、あの醤油。うん、うん。全然うまいでしょ。うん。なんか料理できないと思われてるんだよね、俺。へえ。そういうイメージなのかな。ああ、イメージはなんかあんまり作らなそうなイメージがあるけど、作ったらでもすごい全部美味しい。ね。うん。普通に料理できるんだもんね。うん。まあ別に凝ったのはできないけど、男の料理だから。いや、でも結構、あ、でもね、カレーはすごかった。うん。うまいよね。うん。でもさ、一人暮らしだと、作る相手がいると作りがいあるんだけど。うん、あ、そうだよね。わかるわかる。一人はもう、時間かかるし。うん。はい、おはよう。コメントありがとう。俺の米はめちゃめちゃうまいよ。いや、うん。お米はね、とにかくね、超ふっくら炊き上がるから。鍋炊きだからうちは。超うまいよ。おにぎりにしても普通にうまいもんね。うん、お店みたいなの。あ、そう、おにぎりも美味しい。そういえば。ね。普通に塩むすびでもうまいんだよ。米ちゃんと炊くと。
当にあれだもんね、時間かかるよね俺の米は、ね、1週間ぐらい浸すからね、うんうん、まかない、あ、まかないが一番うまいんだよ、まかないが一番うまいんだよ。あ、なるほど。まあ、そうだよな、料理人が自分たちの食うもん作るわけだから、うん、朝ごはん親子の味付けもちょうどいいね、食感が、うんうん、絶妙、すごい、まあね、あのね、うん、なんだろう、普通の外食のなんか親子丼ってなんか砂糖入れすぎてて、はいはいはい、なんか変な甘みみたいのがあるから、うん、なんか当たり外れがすごい多い多いけど、これはもう大当たり、うん、すごい。いや、そうだよ、うん、あのね、うま、親子丼がうまい店とか、うん、カツ丼がうまい店教えてあげる、うん、蕎麦屋、これ間違いないから、蕎麦屋の親子丼はうまいよ、うん、なんでか後で教えてあげる、うん、いや、もうこれね、あの、なしかな、もうね、中尾とかありえない。もう、中尾の味とか。全然こっちの方がもう、何十倍も美味しい。うん。天つゆをしっかり取るから、うん、それが命だから、だからうまいの。そう、もうありえない美味しさっていう感じ、うん、うまいでしょ、お店より美味しいでしょ、うん、うん、これはもう本当、透明の関係でまずそうに見えるけど普通にうまいよ。だから、ね、卵はもっと本当は君が取ろうとしたかったんだけど、うん、フライパンの関係でちょっと無理だね。ゆうさん、初見、いらっしゃい。初見さん、いらっしゃい。うん。うまいね。この味でカツ丼だったらもう、うまいでしょ。超最高。うん。もう作ってあげるよ。うん。ほら、初めてバイトしたのは調理系だったから。そうか。うん。親子の。うん。うん。いやー、なんかね、一番、なんか今まで食べた中で一番。なんか美味しいかもしれない。俺が作った今まで食った親子丼って一番うまい、うん、そう、もっととろっとできるよ、うん、上の表面だけ、うん、あと白身とあの黄身をかき混ぜすぎないことなんだよ、うん、あ、俺を買うぞ、うん、普通なんだろう、自分の味覚に合わせてなんか美味しく作ろうと思って、うん、自分の美味しいわって思うけど、うんうん、これなんか人に作ってもらってなんかこの
味覚に合ったのを作ってもいただけるっていうその美味しさが、うん、うん、お母さんじゃないです和道さん料理すごいうまい。なんかね、何でもできる。器用貧乏だよ。うまい。本当食堂なんか開いてほしい感じがする。流行ってたのよね。これ食い物系で店はやりたくないんだよ、前から言ってたけど、普通にホームパーティーとかでやりたい。リスナーさんとおっぱいね。うまいよ。すごい。和食も洋食もできるっていうのがすごい。いや、毎日作んないよ。うまい。お米の水分ちょっと汁物を作るときは水分抜くのよ。パサパサしてるとこがちょうどよくなる。タレが染みる感。こんなん来た母ちゃんいたら引く、こんなん来た母ちゃんいたら引くだろうな。普通にこんな時間に母ちゃんと飯食わないわ。母ちゃんじゃねえって言ってんだよ。おいしい蕎麦屋さん行きたいね。多分米入れて多分一杯これで多分250円とかだ、多分。この U の扱いをどうしようかと。いじってあげようか、スルーしておこうかと思う。かわいそうだね。きっと仲良く食べてるのは嫉妬してるんだ。カツオいいね。
そう、今ヘッドホンとマイクつけてるから、うん、なんかゆっくり食べないと、うん、でもモンタン食べるの昔から遅いよね、うん、何今日の夕飯何食ったの、今日の夕飯何だったの、うまっ。初見だから大体さ、分からないっていうのはさ、分からなかったら最初からロム打ってからさ、コメントしろって感じだよ。そういうのは KY。あ、あれだね。あの、やっぱアスペ系が来ちゃうね、どうしても。ん？アスペ系。いや、煽ってるでしょ。あ、煽ってるつもりだったね。あ、ロムってましたんですか。煽ってたんですね。やってみたいですか。あ、アスペじゃないけど、KY なんだな。ごちそうさまです。新しいフォロワーさん紹介します。ゆらさん、キャロリーナスカイラインさん、フォローありがとう。うまかったな。あ、シーバー取ってます。ちょっと待って、食後にいいよ、飲んだわ。あ、すみません、じゃちょっと食べて。ハツさん、ありがとうございます。花火3回4回5回、ありがとうございます。安く、うん、してるんですよ、きっと。かわいそうな人ですからね。困ってちゃうんです。カップル配信とかに、あの、人に来るタイプの人。うまかったな。でも配信者としてはここ下手に出すのが腕だからね。配信者としては不正解だよ。下手に料理を。ああ。美味しいのできちゃうっていうところが。ダメだよね。だから料理配信やりたくないんだよ。普通にうまいもん。はい。お付き合いしてまーす。見たかった。コーヒー飲みたいな。なんか飲みたいのある。買ってこようか。ポカリでいい。ポカリ？うん。買ってくるわ。ゆっくり食べな。フォローしてもいいけど、俺の彼女おっかねえぞ。俺は全然フォローしていいけど、俺は彼女言ったけど、おっかねえぞ。粘着しますからね。すぐ住所バレるぞ。
油ポカリね、うん、はい優しそうっていうか武藤さん曰くなんかヤンデレってヤンデレって言われます。ほっぺちゃん、その写真じゃちょっとイケメンだったのかわかんないな。ジャンルイケメン、あ、ヤンデレ。ありがとうございます。あ、おやすみなさい。風船ありがとうございます。なんだろう、ヤンデレってなんか嫉妬深いっていうやつですよ。で、標的が彼氏に向かうんじゃなくて、相手の女に向かうっていう。ほら、キティ様様。そう、あのツイッターのあのヤンデレあれがなんか当てはまったみたいな。うん、このババアはバドンさんの彼女です。はいよ、歌います。よかった。彼女にさ、ご飯美味しいって言われるのが一番嬉しいよね。真夜中の夜の陰部。知らないな。なんだろう。エロい。本体エロエロだよ。あ、ジェダイだ。あー、ヤンデレだよね、飲んだんね。あ、そうなんだ。思った。ノンタンはメンヘラだと思ってたけど、ヤンデレだったんだ。典型的なヤンデレだから。金杯にブロックされた天才配信者。お前のどこが天才なんだよ。お前の話何回か見たことあるけど、全然天才じゃない。キャラ変えた方がいいよ。別に悪いとは思わないから。あ、配信者の人なんだ。この人、配信者で、まあ、ぶっちゃけた話、中堅までは行くかなとは思ってんだけど、この今のやり方じゃ先がないね。もったいない。自分のキャラ分かってないんだよ。中堅まで行けんだったら、それじゃ。3年やって中堅ぐらいかな。これから。まあ、それくらい。中堅つってもあれだよ。ニコ生で言う2000人コンビとかそんなもんだよ。うん。あなた、3ヶ月ぐらいで。3ヶ月で2000人いた？コミュレベル35ぐらい。ああ、まあまあ、そう。まあ、でも女はまた別だからね。うん。やめといた方がいいと思うよ。うん。ノンタン敵に回した配信者とリスナーは全員潰されてるからね。
妻には追い込んだ、妻には家追い出したのも飲んだんだもんね、実はね。あれは違う飲んだ。便所さんの二番煎じ、全然キャラ違うけど、便所さんと俺。確か俺、便所より古いし。コッペは7年。いや、先生、コッペに配信歴何年目ですかっていうのはあれだよ。ああ。コッペ、何年目？コッペ、お前配信何年目なんだよ。いないかな。先輩だったんだよ、そういえば。コッペ先輩だったんだよ。ああ、こいつバカだ。もう自分のネタ忘れてるわ。53年とか言って、バカだよな。こいつ、こういうところがダメだよね。そこは5年目レースだろ。です、うん、粘着とか私の住所を調べる彼女とかやばくない？やばいよ。やんでるだから。うん、5年目ですだろ、そこは。なんでそこで53年目とか。こいつほんとセンスねえよな。唯一の友達はね、のぞみちゃんだから。うん、あ、そうそう、配信者の鮫島のぞみとめちゃめちゃ仲いい。うん、そこら辺の名前の種より力持ってるよ。人脈おかしいが。フル株ではないよ俺、全然。俺3年半ぐらいかな今。うん、はい、ジェダイさよなら。殴れ飲んだんで、そのうち配信会を荒らし回るんでしょ。気に入らない生の人を引退に追い込むんでしょ。分かんないよ、来年飲んだん台風の目になるかもしんないから鮫島のお姉さんと仲いいの。うん、親友なの。おはようひいせや。うん、鮫島の姉ちゃんとめちゃめちゃ仲いいのよ。もう虎通でやり取りしてるぐらい仲いいの。びっくりしない？寝ててなんか、あ、もしもしとか言ったら、すっごいダミ声のジャイコみたいな声で、大丈夫？大丈夫？今大丈夫なの？とか言ってすごい声聞こえるから、誰と話してんだよとか思ったら、あ、ノンタンつって、え？とか言って、サメ島のぞみ、すごいよね。もう優しいんだよね。優しいよね、あいつ。プライベートさ、配信でならわかるじゃん、ポツかかってくるとか。プライベートの夜中の3時とかに普通にやりとりしてんだよ。引くわちょっと。うん、ねえ、なんか俺の家の私物にさ、なんか、あ、タオル買ったんだと思ったの。で、タオル持ってきたんだ。自分の洗濯用かなと思ったらさ、思いっきりティロってるしさ。もうさ、人の家に配信グッズ持ってくんのやめてくんないって思わない？これ。3枚買った。3枚セット買ったの。そう。何が香川プロだよ、お前。あ、3枚セット1万円で皆さんお願いします。今日仕事俺。人の家で何やっとんじゃ、お前は。そう、なんかティログッズがね、どん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 入ってくんで、家の中に。なんかスマホにはなんだっけ、ヒカルくんのステッカー貼ってるしさ。煽ってんのかなと思うよね。煽られてんのかな、俺みたいな。うん。ニートなのに貢ぐお金あるんだね。まあまあ。うん、熱い？熱い、うん。髪の切れば？あ、切ったんだ。そう。いいじゃん、かわいいじゃん。なんか、こういう風に、ここだけ、なんか前髪を作るっていうのが、なんか今流行ってて。うん、かわいいよ。で、分けるとき？うん。前髪を作りたいときは、ここだけ見せて、うん。で、反対側に分けると、この前髪がなくなるっていうの、なんか分け。ほうほう。俺は、あの、A 型作業所って言って、あの、ね、障害者の人が働く会社に勤めてるんだけど、俺はアニメとか LINE スタンプとか作ってるね。うん。キャラクターグッズ販売とか、そのキャラ系のことやってるね。
会社でオリジナルのキャラ作ってて、うん、うい、頑張りまーす。結構可愛いよ。あるかな？ LINE スタンプ。ちょっとここ片してくんね。はい。洗い物やってきてる。はい。うん。ありがとうね、美味しいって言ってくれて。ごちそうさまでした。はいはい。包丁、入ってるから。うん。指切らないように。うん。賃金は最低賃金。東京都の最低賃金が930いくらだっけ ?932 円だから。で、4時間勤務なんだよ。専門職みたい。まあ、なんでもやだね、俺は。軽作業とかもやるし、なんか仕事全部覚えちゃって。イラストレーターも使うし、軽作業もやるし、あとなんだろう。仕分けとかもやるし、なんでもやるよ。うん。結婚は、いや、初めて結婚してもいいかなと思ってる彼女かな。東京もそうだよ。最低賃金930いくらなんだよ。びっくりするよね。うん、だって松屋とか1400円とかだよ。深夜だったら。だからみんな東京に来る理由がわかるよね。うん、北海道とか深夜とかでも1000円超えないんじゃなかったっけ。きついよね。まあそれは過疎化が進むわ。もう本当にいい彼女で、運命だと思ってるかな。うん。田舎のスナックの時給。うん、全然稼げるよ。最近上がったね。先月上がった。うん。交通費込みか。うん。俺の作った LINE スタンプ見ます？見たい人いる？どんなの作ってるか見たい人いる？見せようか。まあ、イラスト描いてる人は別の人なんだけど、あの、企画を持ち込んだのが俺なんだよ。これが、俺が、サイトも作ってて、これは俺が作ってるサイトだね。まだヘッダー作ってないんだけど、ここにヘッダー入れる予定で、今はブログを作ってて、で、まあ、LINE スタンプとかアニメとか作ってて。まあ、だから、ホームページ制作も俺がやってる、これは。このページは俺が全部一から全部作ってるページだね。うん。で、LINE スタンプは、これだね。うん。これ。かわいいでしょ？かわいくない？ 100 円で売ってるんで、もしよかったら買ってください。これとか結構人気だよね。うん。これとかね。うん。かわいいでしょ？アシカくんっていうキャラクター。うん。もしよかったら買って、LINE スタンプ。まあ、会社の売り上げになるだけで俺には何にも入ってこないけど。うん、結構人気ですよ。買った？あ、ハッチも買ってくれたの？ありがとう。かわいいでしょ？普通に。うん。バック入らないよ。だって俺、会社だもん。だからやりたいことやらせてもらってる感じね。うん。自分で好きなことやりたいっつって。で、まあ、ある程度売れるだろうから、あの、キャラクター作りましょうって言って。うん。バックは入らないけど、まあ100円だからみんな使ってくれたら嬉しいかな。はい、ワド2。もしよかったら、LINE スタンプ買ってください。いいよね。結構いいキャラしてると思う。うん。あとは、そうだな。グッズだと。まあ、売れてるのだと。まあ、買ってみて。あと、まあ、こういう、マグカップ作ったりとか。こういうマグカップ作ったり。これも俺がデザインしてるね。うん。デザイン。まあ、絵描いてるイラストレーターさんは別の人なんだけど。あの、グッズ販売とかもしてるんで。ひらがなでアシカくんで結構いろいろ出てくると思うよ。これは和道が仕掛けてるやつですね。スマホカバーとか、ステッカーとか。うん。かわいいでしょ？うん。アシカくんね。アシカくん。こういうことをやってますね。うん。まあ、これが俺の仕事です。結構 T シャツとかも売れてるんですよ。
あ、ラインスタンプはちょっと8個は失敗したと思ってる。8個で100円は、もうね、20個ぐらいつけてあげた方が良かったなと思ってるね。ちょっとバリエーションが少ない。自分で使ってて。もっと、もう第2弾今作ろうと思ってて。あ、そうそう、ゆるキャラっぽくて。で、これで YouTuber アニメ作ろうと思ってるんだけど。うん。あ、全然やりがいあるよ。うん。このアシカくんの授業に関しては完璧に任せてもらってるから、プロジェクト。全部自分でやってる。だから普通の会社だよ。ただ障害者の人が、なんつうの、従業員が、利用者って言うんだけど、あの、従業員が障害者なだけで、あの、イラスト描ける人がいっぱいいるのよ。だからカレンダーとかも売ってて、来年のカレンダー、あ、そうそう、明日俺、リア凸 OK だから、このカレンダー販売するから。これも会社で作ってるカレンダーなんだけど、イラストレーターさんが絵がめっちゃうまいんだよ。だから、あの、新宿駅で僕販売するんで、もしリア凸したい人いたらカレンダー買ってください。カレンダー販売してるんで。カレンダーと布製品、オリジナルの布製品とか売ってるんでね。もしよかったら買ってください。うん、結構いいですよ。かわいいでしょ。すごい、すごい綺麗な絵描くんだよね。まあ、あの、詳しくはツイッターで告知するんで、あの、ツイッターかフェイスブック、友達申請していただければ。フェイスブック、まだ申請してない人いたら、フェイスブック、ぜひ登録してください、僕の。今、キャンペーン中で友達申請やってるんで。フェイスブックみんなやってる？結構ね、リスナーさんからね、毎日毎日何十件も問い合わせあって、友達繋がってますよ。え、うまいよね。もし、Facebook 繋がりたい人いたら、ここ。Facebook やってるんで、あの、友達申請飛ばしてください。あ、また来た。ありがとうございます。Facebook 昔ね、2000人ぐらい友達いたんだけどね。最近全然やってないから、そろそろ力入れようかなと思ってて。面白いっすよ、Facebook。もともとその、プロのアニメーターとか、プロのイラストレーターやってる人が、その精神障害で一般的な企業で働けなくなって、まあ、俺が勤めてる、そこの会社に来る人とかもいっぱいいるから、まあ普通に、ぶっちゃけた話、レベルはプロなんだよ。画力とかアニメーションとかの。まあ、そういう人たちいっぱい抱えてるからすごいよ。うん、結構面白いよ。勉強になる。ホームページ制作とかもここで覚えたし、俺。働かないより働いてる方がいいわな。だから、4時間勤務なんだけど、4時間勤務で月7万ぐらいかな。7万5千円とか行く人もいるし。その、障害に理解がある会社だから、あの、なんだろう、具合悪くなったら保健室みたいなところで寝てる人もいるし。結構その、アスペルガーだから話しかけないようにしてくれって言うと、なんかみんなと離れたところ、ちょっと窓際の席とか用意してくれるし、いいですよ。それぞれのその特性に合ったものを仕事を持ってきてくれるんで。飯の後のタバコうめえな、おい。
一般の企業だとなかなかそこまではしてくれませんよね。難しいね、一般の会社だと。障害者雇用っていう枠があるんだけど、本当は障害者雇わないといけないんだけど、でっかい会社だと、障害者のための会社を子会社で作って、でグループ会社1000社とかをまとめて障害者をそこの施設で働いてもらって、で各その会社、でっかい会社とかだと、その軽作業とか出てくるじゃん、そこの会社に委託するっていうやり方が普通。でもそれはケアができてる方だと思うね。うん。だその障害者の法律が最近変わったんですよ。今までは身体障害と知的障害者だけだったのね、雇用を、その法律的に縛られてる、雇用しないといけないの。だけど精神障害がその枠に入ったんだよ、やっと。で、その精神障害の人とか身体障害の人をその差別しないような法律も変わって、そうそう、グループの下請けが多い。で、俺が勤めてるのは一般雇用が難しいっていう一般雇用が難しい人の訓練施設でもあるわけ。半分訓練施設で半分その実業をやるっていう、それが A 型作業所の特徴だね。だから実際の仕事をしながら訓練していきましょうみたいな、そういう感覚に近いかもしれない。新しいフォロワーさん、ゆらさん、フォローありがとうございます。よろしくお願いします。のんたん、のんたん後ろいるよ、うん、ご飯の洗い物やってくれてる。でもなんかみんな勘違いしてるけど、精神障害者イコールなんか発狂する人とかそんなんじゃないからね。ピャーとか言わないからね。勤務中にパソコンやってキャーとか言わないからね。普通だよ。そういうことは一切起きないからね。うん。なんかね、結構誤解してる人が多いんです。普通に働いてますよ。ただやっぱりちょっと、なんだろう、その、ナルコレプシーだっけな、ナルコプレシーだかナルコレプシーっていう病気抱えてる人とか、要は睡魔が突然襲ってきて気を失って寝ちゃう人とかいるの。だから、作業してるところに一人でぶっ倒れてる、こうやってガーってぶっ倒れてる人とかはいる。うん。迷惑かける人は一人もいないね。それぞれ転換持ってたりとか、いろんな病気持ってる人いるから、多少ちょっと一般の企業とはちょっと違うかなとは思うけど、そう、急に睡魔に襲われてる人とかもいたりするから。あと、具合悪くなったりする人も結構いるから。まあ、俺も昨日具合悪くなって早退してるんだけど。うん、だそういうのには理解あるね。うん、そう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 。普通の会社だと具合悪いって言っても休ませないじゃん、絶対。は、何言ってんのって感じじゃん。だけど、もう分かってるから、うん、あ、分かった分かった、早退ねって言って。すぐ、病院行くとか。提携してる病院とかもあるから、病院紹介してくれたりとかもするし。緊急の場合は。なんか薬何飲んでるかとか、ちゃんとメモしておいてくれてるし。うん。この人はどういう症状で、どういうところで困ってるっていうのも全員職員が把握してるっていうか。だからどちらかっていうとね、会社に勤めてるのも半分な雇用契約結んでるから。でもね、利用者って言って、施設を利用してるっていうのも半分あるから。だからちょっと特殊なんだよ。その会社に勤めてる人は、職員さんって言って社員さんで、それを利用してる施設なんだよ、あくまで。そう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 。だから社会復帰の手前の段階の、なんて言うんだろうな、ケアする場所。要は一般企業に勤めたいんだけど、その不安があってリハビリしたいとか、あと本当はねちゃんと働きたいんだけどなかなか就職できないからここでちょっと働かせてもらってスキルアップしたいとか、そういう人が働いてる。だからパソコンを覚えたいとかさ、うん、ワードエクセルとかも打てない人も全然教えてもらったりできる場所もあるし、例えば千葉県で有名な会社があって、これびっくりすると思うよ。これみんな検索してもらいたいんだけど、
このサイト見てもらいたいのね。すごいサイトじゃん、これ。恋する豚研究所って言って、このサイト作りすごいでしょ？例えば、これ農場やってるんですよ。で、YouTube とかもちゃんとこうやって動画作ってて、すごいでしょ？うん。サイトの作りも完璧じゃん。っていうか、もうプロじゃん。で、この豚はネパールとかでめちゃめちゃ流行ってる豚なんだよ。これハムとかを作ってるんだけど、自社工場を持ってて、で、ハムとかですごいブランド豚として一般的に超売れてんのね。恋する豚研究所。これも A 型作業所なの、実は。だから、なんか、A 型作業所イコール、なんか、ね、病気を持ってる人が、普通になんか働けない人が働くって言ってる人多いけど、こういう風に一般企業で成功する事例もあるの。これは全員障害者の人が働いてるんだけど、もうブランド豚としてもう確立してるんだよね。だから俺が今目指してるのはここ。今勤めてるところの会社が、そのラインスタンプとかアニメーションとかイラストとかで、こういう風になんか社会的地位を作ったら面白いかなと思って、そういうコンテンツを作りたいと思って今頑張ってるかな。今勤めてる会社がこういう風に一般的な評価、普通の会社として、その評価されるっていうか、そう、食堂もあるんだけどね、食堂もその障害者の方が作ったりしてるんだよ。すごい良くない？これ千葉県の A 型作業所だね。すごいよね。恋する豚研究所。結構その恋する豚研究所を知ってるけど、障害者が働いてるっていうのを知らない人も結構いるぐらい有名。いろんな会社がある。その、アニメーションとか、イラストに強い会社もあれば、農業に強い会社もあれば、何でもあるよ。だから自分の特性に合った会社選ぶといいと思う。障害持ってる人がいたら。パン屋は結構多いね。うん。パン作るところは結構多い。っていうのも、パンが今作りやすくなったんですよ。パンの、その元の素材のパンを小麦粉の状態なんだけど、もうこれに砂糖とか入れたりとか、どういう風に作ったらどういうパンができますよっていう、そのパン業界のマニュアルみたいなのができてんの。だから結構ね、パンビジネスは A 型作業所多いです。あとアクセサリーとか作るところも多いね、やっぱ。精神疾患持ってる人って、やっぱ独特の感性持ってるから、イラストがすごい良かったりとか、アクセサリーとかすごいセンス出したりとかするの。だから、そういう特性を持ってる人が活かせるような職場が結構多いね。いや、普通にうまいと思うよ。なんでかっていうと、A 型作業所ってさ、やっぱりその、病気抱えてるから納品とか遅れるんだよ。納品遅れるっていうか、納期が長いの。ぶっちゃけた話で言うと。例えば、いい絵とか美味しいものは作れるんだけど、時間が、やっぱ、その、働いてる時間も人の半分だから、8時間働けないから。だから、超いいものをゆっくり作るのに向いてるのよ。だから、その、スピーディーな仕事は苦手なんだけど、クオリティは普通に高いですよ。うん。まあ、LINE スタンプ見てもらったらわかると思うんだけど、普通に絵うまいでしょ。プロじゃんって思うじゃん。素人じゃないじゃん、やっぱり。すごい絵のクオリティとかも高いんだよ。いろんな。だから、すごいと思う。な、俺も旅から帰ってきたら A 型作業所作りたいなと思ってんだよね。起業しようかなとか思ってて。障害者手帳ってさ、どれくらいの、例えばなんだけど、精神障害者手帳ってさ、どれくらいの割合で発行されてるかみんな知ってる？何人に一人障害者手帳を持ってるか知ってる？みんな。精神障害者手帳ね。何人に一人ぐらいだと思う？みんな予想書いてみて。精神障害者手帳は何人に一人ぐらい発行されてるか。大体でいいよ。予想でいい。精神障害者手帳は何人に一人持ってるのか。50人に一人。大体でいいよ。予想でいい。予想で。これくらいかなみたいな。20人に一人。恐怖のこたつおつこさん、コメントありがとう。みんな何人ぐらいだと思う？
8人に1人ちょっと多いかな。タク、100人に1人。タクおはよう。100人に1人ぐらいか。実は、40人に1人なんですよ。結構多いでしょ。全人口の中で40人に1人は障害者手帳を持ってるの。で、障害者手帳を持ってる人っていうのは国に認定された人じゃん。そうじゃなくて、うつ病の人って5万といるでしょ。もう社会問題なんだよ。実は。だから、障害者手帳っていうのは、もう障害として病気として認定された人なの。だから、手帳を持つだけでも少ないのに、そう、うつ病の人とかだから、そういう風に考えると、もう、精神病を患ってる人っていうのはもう20人に1人とかなんだよ。手帳を持ってるだけで40人に1人っていうレベル。うつ病の国っておかしいよな。あのね、日本人ってセロトニンの分泌量が少ないんですよ。もともと。だから大豆を食べてたんじゃないかっていう研究があるんだけど、その、外食になってきて、セロトニンがさらに作るの難しくなってるらしいね。どん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 、その、うつが悪化してるって言われてる。ドナセクさんいらっしゃい。だから、日本人っていうのは、麻薬やるときっていうのは、シャブとかアッパー系ドラッグ使うって言われてる。お酒もアッパー系ドラッグなの。要は、気分が高揚するっていうか、テンション上がるドラッグが好きなんだよ。だから、アヘンとか聞いたことないでしょ。友達でさ、アヘンやってる人とか見たことないでしょ。アヘンってはこう、静まるドラッグなの。日本人がアヘンなんか吸ったら大変なことになるって言われてるよ。そのまま死ぬんじゃないかっていう。もともとダウナー気質なんだよ。もう物静かでふわーっとしてる国民なの。だからうつ病になりやすい。だから日本人から見るとアメリカ人とかそう状態じゃん。ずっとずっとテンション高い状態じゃん。はーいみたいな。なんだこのテンションってなるじゃん。アヘンはしてます。アヘンのサプリメントは僕も飲みますよ。面白いよね。国民性ってやつですね。まあ、その DNA がね、ちょっと特殊なんだよ、日本人って。面白いのが、韓国とか中国って、DNA 近いかって言われたらそうじゃないんだよ。日本人の DNA ってね、チベットとか近いんだよ。モンゴルとか。だから中国人とか韓国人と同じ血が流れてない。特殊な民族なんだよね。だから多分モンゴリアン系なんだろうね。多分。モンゴルからこう入ってきてる。別なんだよ。だからさ、日本人ってさ、中国人と韓国人見た時に顔で見分けつくじゃん。特に韓国の人はすぐ見分けつくと思うの。で、中国の人も、あ、日本人じゃないって顔でわかるな。外人わかんないでしょ。日本人、だから俺アメリカ行った時に、必ず聞かれるのが、チャイニーズ、コリア、ジャパニーズって聞かれるの。要はどれかわかんないの。この肌の色で。朝青龍怖くない？いや別に怖くはないけど、あの人はモンゴル系ね。だから朝青龍は実はその、日本人に近い血の DNA だよね。別々。だけどさ、アフリカ人見た時にケニア人なのか、どこ人なのか、わかんないでしょ。ドミニカ共和国人なのか、ケニア人なのかとかわかんないじゃん。黒人見たら黒人って判断するじゃん。でもあの中にさ、アフリカって国がすごい膨大にあるわけよ。でもアフリカ人はわかるんだよ。アフリカ人は、あ、この人はケニア人とか、この人は何々人ってわかるのよ。それと一緒よ。まあ、なんだろうな。アメリカ多国籍国家だからあれだけど、イギリス人とロシア人とか見分けつくけどさ、フランス人とイタリア人ってちょっと見分けつかなかったりわかんないじゃん。ドイツもわかりやすいかな。パンツァフォーいらっしゃい。そう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 。だから、血の系譜ってちょっと違ったりするんだよ。台湾は沖縄近いよね。沖縄の女の子と台湾の女の子はかなり近いと思う。しばらく休んでた。2日ぐらい放送も休んで、会社も昨日早退したぐらい調子悪くて。で、今日ね、14時間ぐらいぐっすり寝て、なんとか回復しましたね。やっぱり僕もうつ病を患ってるんで、
ちょっと鬱の毛がね、あったんで。あー、パフェありがとう。ありがとうございます。なごみさん、パフェありがとう。なごみさん、ありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、パンツァーフォーさん、フォローありがとう。パフェありがとう。ありがとうね。頑張るね。ありがとうございます。ありがとう。おかげさまで、皆さんの、本当に、ご支援で、生活できるようになってきてるんで、頑張ります。風船ありがとう。ケタラモンジャラ、いつもありがとうね。いや、ありがたいよ、本当に。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ドナセクさんフォローありがとう。素敵なサムネだね。いいね。パフェプレゼントありがとう。パンツァ4ありがとう。風船10個。うん。あざーす。嬉しいわ。だから、なんて言うんだろうな。そう、障害者っていうのがだんだん垣根がなくなってきてるから、障害者に対する理解とかは俺が広めていきたいなと思ってるかな。やっぱりその生活保護の差別であったりとか、障害者の差別みたいなものは、だん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 なくしていくようにはしたいと思ってるね。うん。どういうところで苦しんでるのとか、どういうところに困ってるのかとか、逆にどういうところが得意なのかとか、リアルな実情を現場で見てるわけだから、俺自身も障害者だしさ。だからそういうのを広めていくっていうことは、啓蒙活動っていうのかな。そういうのはなんか社会にとっていいことになるんじゃないかなと思ってる。家族とかにいないと分かんないじゃん。うつ病ってさ、うつ病がどういう症状なのかとか分かんないけど、うつ病の人ってさ、自殺するイメージでしょ。あれ、すごい間違えてるのよ。で、家族とかにうつ病の人がいると分かると思うんだけど、うつ病なんて全然甘いもんで、そう状態の方が危ないんだよ。知らないでしょ。うつ病ってそう状態が一番危なくて、うつの時って寝静まっておとなしくしてるだけだから、家族に迷惑って一切かかんないのよ。ただ家でゴロゴロして、うーって言ってるだけだから。死にたいって言ってるだけなのよ。だからそんなに大変じゃないの。一番大変なのは、うつがちょっと治りかけて、テンション上がってそう状態になった時に自殺したりとか、事件を起こしたりとかするのね。あと家族に暴力振るったり、暴言振るったりするのよ。だから、躁うつが結構、躁状態の時に気をつけないといけないっていうのを分かってないんだよね。反転するの。そう。うつと躁を繰り返すの。だから、大体その困ったエピソードっていうのは、うつ病の時の症状じゃなくて、躁病の時だよ。躁状態。反転した時の症状。うつの時はそっとしといてあげればいいから。そういうのは認められるけど、アトピーはまだ認められてないし、差別もあるから辛いよね。見た目に出ちゃうからね、かわいそうだよね。俺の親友もさ、アトピー持ってすげえ、なんていうの、こういう関節とかも割れて、もう肉が見えて、こうドロドロした、膿が出ちゃうぐらいひどくてさ、すげえ苦労してたよね。で、そいつは西洋医学全部やめて治ったんだけど、東洋医学で治してたね。ほんと大変だって言ってた。あれ、アレルギー反応なんだよね。うん。過剰アレルギー反応でしょ。アトピーはね、見た目に出ちゃうからかわいそうだよね。ステロイドは使ったらダメです。ステロイドはだから表面を抑えることができるけど、中の毒素は抜けてないっていうよね。うん。だからその親友がやってた治療法って面白くて、自分で血を出すんで、針で穴開けて血をどんどん出すの。で、食い物を気をつけてた。もう肉は食べないとか、酒もあんま飲まないとか。
で、体にいいもの取って、もう1年間ぐらいかけて、今毒素を出す。アトピーの、その東洋医学の考え方が面白くて、なんで書くか、なんで痒いかと書くか。それって、体が毒を出そうとしてるから、防御反応なんだって。だから、出さないといけないと。血を。要は毒素を出そうとしてるのになんで痒みを抑えるんだと。それは書かなくなったら皮膚は治るけど、体の中の毒素は溜まっていく一方じゃん。だから危ないから、わざともう穴開けて、で、その血を出してあげろと。もうそれを定期的にやる。うん。っていう治療法を1年間ぐらいやって、大丈夫かなと思ってたら、綺麗に治ったね。ただその食い物とかをやっぱ間違えたり、睡眠とかストレスで、やっぱアトピーがぶり返しちゃう時があるらしい。うん。そいつは10代の頃すげえ困ってたのを見てたから、近くで。ずっとかゆいかゆいって言って、ずっとボリボリかいてて、もう悩んでたから。うん。良くなって良かったなと思ってる、本当に。なかなかね、その人しか持ってない病気とかだとさ、やっぱ、理解がね、アトピーの人は基本汗かかない。あのね、俺、これあるなと思ったんだけど、それもそいつから教わったんだけど、あ、ヒロさんいらっしゃい。あのね、ニキビができるっていうことはアトピーになりづらいんだって。あのね、思春期の頃アトピーの人ってニキビができなかったりするんだって。ニキビってあれ要は毒じゃん。体から油分を出すっていう毒じゃん。だからニキビができるわけよ。だけど、その皮膚の中に要は、なんつうの、汗かかなかったりとか、ニキビができない。要は毒素が出ないっていうことは溜まってくじゃん。うん。今日閲覧多い。いや、こんなもんじゃないですか。毎回。100人は最近安定して超えて、調子いい時だと200人ぐらい行きますけど。うん。最近こんなもんですよ。そう。だからニキビが思春期の頃出ないっていうのは結構アトピー体質なんじゃないかっていう一個の目安になるって聞いたことある。あくまで目安だけどね。うん。あ、ニコノロメンテ入ってんだ、今。あー。でもまあ、普段100、だってさっきも100ずっと超えてたよ。あ、100超えてないか、90ぐらいか。うん、まあ、そうだね。ストレスと催眠災害。あ、だ食い物だと思うよ、やっぱ。添加物だと思う。俺は食い物結構でかいと思ってるね、割合は。昔の人もストレスあったわけじゃん。別に。絶対食い物が悪くなってるよ。ニコ生はもうやらないかな。ニコ生でやる理由がないから。うん。ニコ生やって、やろう、やりたいっていうのは一切ない。やってもいいかなぐらいには考えるけど、ニコ生やりてーみたいなのないな。うん。ふわっちでよくないっていう。ふわっちの方がいいとこしかないから、ニコ生でやる理由が一切ないんだよね。うん。俺はだからもう1ヶ月、ずーっと、1ヶ月半ぐらいか。ずーっとふわっちだね。うん。公式は結構、ひろゆきが復活して面白くなってるけどね。今のひろゆきの番組はよく見るけど。生主討論会とかね。ニコ生で見たいと思わないでしょ。こっちの方が面白くない？みんな的にはどう？ニコ生の和道よりふわっちの和道の方が面白いでしょ。なんかニコ生だとかそる内容がこっちでは受けるんだよ。こういうアトピーの話とかしても多分向こうだと障害者差別とかはーとか知ったかとか言って俺が話す気なくなってぐだるっていうのがデフォだったけど、こっちは結構、あ、そうなんだって。なんつうの、話をちゃんと聞いてくれるし、もっと深く掘り下げていこうとするから、リスナーの質すごい高い気がするけど。のんたは後ろに寝てる。うん。俺文字流れるのは好きだけどな。ニコ生の方が割とガチ。うん？うん。だからニコ生は俺冷やかしの文化だと思ってるから。喋りづらいね、生主としては。
そう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 、ディスリの文化だから。パコ太郎さんいらっしゃい。よいしょ米しかしないからな。よいしょ米ってわけじゃないと思うけど、別に言いたいこと言ってると思うけど、発言に気をつけてる感じはするよね、やっぱり。だからサムネイルがあるとないとでこんなに変わるんだみたいな。コテハンと匿名でこんなに変わるんだね。あ、それはわかるよ。それはわかるよ。分かってるよ。ただ、その、真面目に話してる時に、その、いらない、なんつうんだろう。いらないコメントってあるんだよ。やりづらいコメントって。多分ね、生主じゃないとわかんないと思うよ。だから、ニコ生は、その、アンチ体制っていうか、それを理解した上でできないといけないから、参入障壁があるんだよ。要は、昔の、その、2チャンネルの文化みたいなのを理解してないとやりづらいっていうか、本気で言ってなくて、冷やかし、なんつうの、ちゃちゃ入れで言ってるっていうのを理解しないといけないから。俺もともと2チャンネラーじゃないから、ニコ難民でもないし。そういうのも結構うざかったんだよね。アンチコメいらないよね。本当に。本当にいらない。まあだから、キャスが勝ったり、フワッチが勝ってるっていうのはそういうことだと思うよ。ああ、また来て、ウニマルさん。ありがとね。ああ、キャスはガチだろうね。でももう、ニコ生、俺はあんま好きじゃないかな。運営がムカつくもん。運営が嫌い。やつに6万っすね、ここは。クルーズ来た時の、スケトウダラの棒読みがやばかった。トイレ行ってくるわ。はい、ただいま。ここ都内で6万ですね。家賃は全部僕が払ってますよ。のんたん払ってないよ。のんたん一緒に住んでるわけじゃなくて遊びに来てるだけだから。安いっすよ。西新宿でこの辺でワンルームのアパート、多分相場12万ぐらいなんで、マンションだと12万ぐらいが相場。この辺は7畳、7畳半ぐらいで12万ぐらいかな。分けあり？ああ、事故物件じゃないですよ。ただ、築年数が古かったりとか、アパートなんですよ、ここ。ここは、新宿の外れの外れで、もう目の前が中野とか、目の前が渋谷なんですよ。区境だから。超探したね。半年ぐらい探して、やっと見つけた物件っていうか。アパート。
な、探すのに苦労しましたよ、本当に。お、Facebook 登録ありがとうございます。Facebook 今友達登録募集してるんで、もし Facebook 繋がりたい人いたら Facebook よろしくお願いします。これです。あれ。これが Facebook です。生ポって借りれる物件少ないですよね。いや、あのね、借りれる物件っていうか、家賃が53,700円かな。53,700円しか出ないんですよ。だから借りれる物件が限られるっていう感じかな。うん、物件が限られてるだけ。リアトツしてもいいかも。うん、旅配信ではリアトツで結構企画やるんで、その時にリアトツしてもらえたら嬉しいですね。日本全国旅するんですけど、その時に日本国旗持って旅するんで、そこにリアトツ社さんの小手版と応援メッセージ書いてもらって、で、日本国旗、みんなのコメント背負って旅しようと思ってんで。配信だと先月が188,000円。で、生活保護が、まあ、13万。あと、バイトの金額は7万円とか、それくらいですかね。うん。配信だと、ま、20万いかないぐらいですかね。うん。まあ、あんま、金稼ぎたいっていうのはないですね。配信で稼げればそれでいいかなと思って。薬多めにもらって、それで、なんとかしようと思って。出ますね、うん、いやいや配信では18万ぐらいしか稼いでないですよ、うん、ふわっちですね、はい、ふわっちの金額がこんな感じかな、よいしょ、こういう感じで、11月はこれが11月の給料かな、188,349円、これポイントって書いてあるけど、これ相馬金額円に変えられるんで、まあ手数料とかあの延長のポイントとか課金してるんで、これ丸々もらえるわけじゃないですけどね、うん、ふわっち現金、ね、例えば今貯まってるのが20万円分あるんだけど、これ交換を押すじゃん、そうすると天岐阜 iTunes カードペレックスで、銀行振り替えって、これ選べんのよ。で、銀行振り替えは3万円から交換だから、これを押すと、あの、まあ、口座をこうやって、どこに振り込むっていうのを指定する感じかな。で、このポイントが減るっていう感じ。うん、選べるよ。別に Amazon ギフト券に交換したら、交換しても、これ100ポイントからできるから、うん、いくらの何枚買いますか、みたいな。まあだから、まあ、ねえ。天岐阜だったらボロ儲け。俺は銀行振り替えでやってるけどね。うん。ボロ儲けっつうか、まあ脱法的にはできるんじゃないの。生活保護の、ねえ、脱法はできるんだよ。俺は別に生活保護抜ける気満々だから、全然現金でもらおうと思ってるけど。だからまあ小遣い稼ぎたい人にはいいと思うよ、うん、うん、ねえ元手がかからないで喋ってればお金になる時代だからやらない手はないよね、うん、そう思わない、誠実かどうかわかんないですけどね、うん、うん、あ、過疎とかあんま関係ないよ。楽しいところには人が集まるから。薬のお金って何ってどういうこと？薬のお金って何の話？うん、薬のお金？何の話だろう？薬の話してなくないですか？うん、どういうことだろう？ごめん、ちょっと俺わかんねえわ。何の薬？薬って何？え、どういうこと？どういうこと？うん。あ、コメントにあった薬？
あ、僕病気なんですよ。だから多分それ、こういう薬、普通の薬をどうするかってことじゃないですか。おはよう、たまちび。マー君おはよう。うん。あ、それはだから、精神薬のことですね。うん。病気を抱えてるんで、その薬どうすんのってことだと思います。うん。137名さんいらっしゃい。うん。旅配信したら薬どうすんのってことだと思うよ。うん。あ、アスペルガー症候群っていう、まあ古い病名なんだけど、それは。あと ADHD っていうのとか、躁鬱病とかっすね。要は精神系の病気ですね。うん。要はメンヘラです。簡単に言うと。一言で言うとメンヘラ。発達障害、そう。それ。まさにそれ。それです。自律神経失調症、それではないね。うん。デパツは飲んでましたけど、エビリファイっていうのに変えましたね。デパツは前飲んでましたね。僕は今飲んでるのエビリファイです。薬だと思われてるけど、実はね、糖質の薬じゃないんだよ。なんだっけ。統合失調症もそうなんだけど、うつ病にも効くんだよ。デパス何ミリだったかな？覚えてないな。鼻炎。慢性鼻炎。統合失調症、うつ病、何でも効くって言われてんだよ、エビリファイは。結構ね、面白い薬なんだよ。ドーパミンを抑制したり、過剰に出すぎてるの時は抑制するし、足りない時は出すっていう。ドーパミンの調整薬の。うつ病にも、あ、すげえ太った。うん。11キロぐらい太ったね。マリアいらっしゃい。そういう薬。デパス1日何錠ぐらい？ 1 日1錠っすね、僕は。なんでそんなデパスにこだわってんの？なんかあったの？デパス。めっちゃデパスのこと聞くじゃん。どうした？デパス好きなの？俺言っとくけど、ケミカル大嫌いだから、酒と一緒に飲んだりしないよ。赤玉も別に普通に飲んでたけど、酒と一緒に飲んだりとか絶対やんない。あ、デパス飲んでんだ。へぇ。さ、150人見てるんで、ちょっと聞きたいことあるんですけど、配信やったことある、もしくは配信今やってるよっていう人手挙げて。
キャスでも何でもいい、フワッチでも何でもよくて、俺配信やってるよっていう人何人ぐらいいるか、ちょっと手挙げてください。何人ぐらいいるんだろう。ちょっとみんな協力して。俺配信者だよっていう人手挙げて。150人のうち何人ぐらいいるんだろう、今。配信やったことある。元生主1人、2人、3人、4人。4人。5人。うん ?4 人か。4人しかいない?そんなもんなんかな?50人ぐらいいると思ったけど。こんなもんか。以前やってた。6、5人か。あ、こんなもんか。もっといるもんだと思ってたわ。いや、もっといたら、なんか配信で人が集まる方法とか話そうかなと思った。うん。え、こんなもんだよ、と思うよ。うん。ロム勢多いっていうか、基本ツイキャスとかフワッチって、ロム勢がメインだと思う。うん、こんなもんだよ。私も過呼吸になった時出ます飲んだ。ミキティいらっしゃい。これ過呼吸の時はあれだね。リスペリドンだね。トンプクだね。過呼吸辛いよね。過疎生主を脱却する3つの方法を伝授しようと思ったけど。ニーズがなさそうなのでやめよう。聞きたい。釈迦元気だよ。元気元気。釈迦全然元気だよ。ロムってかラジオ代わりにして流す感じ。そうだよね。結構そういう人が多いと思う。俺もそうだもん。誰かの配信つけながら、なんかホームページ作ったりしてる。痛いんだよね。痛いし恥ずかしいしさ。とにかく苦しい感じだよね。俺しかも冷や汗が出るんだよ。冷や汗が止まんなくなって倒れる感じだから、すげえ呼吸も辛いし。もう死にたいよね。殺してくれって思うよね。もういっそこのままもう楽にしてくれって思わない。もう手足はずっと痺れて痛いし硬直してさ、酸素は入ってこないし、酸素入ってこないっていうか吸っても吸ってもなんか、酸素吸ってる気になんないよね。やめとく。今寝てるから。うん、起こすのかわいそう。まあ相変わらず変わんないよ、元気だよ。呼吸の時はどうにかして息しようと試行錯誤してた。あれ違うんだよね。息したらダメなんだよね。逆なんだよね。やめてください。CM 入れないでください。やめて。やめてください。もう香川プロの枠じゃないんで。やめてください。やめてください。ティロってる。ティロるのやめてください。
やだわ。彼女が香川リスナーとか最悪だわ、ほんと。なあ、宣伝すんなよ。なんで俺の枠で香川の宣伝すんなよ。おかしいだろ。3枚でいくらだっけ？1万円。高えよ。高えよ。うん。まあ、悪くないよね。ちょっと見せて。他のやつないの？他のやつはいいね。家にあるんだ。その、持ってきて。これは3000円。これ3000円？ 3500 円じゃなかった？あ、それはいいや。これ悪くないよね。別に普通に悪くないと思うよ。作り。うん。悪くないよね。矢沢永吉みたいだな。多分矢沢タオルってこんな感じなんでしょ。はーんはーんってやるでしょ、これで。はーんはーんって。え？首に巻いてて。俺も作ろうかな、タオル。これいくらで作れるんだろうね。結構高そうだけどね。多分原価800円じゃ効かないよな。1200円ぐらいかかりそうだよな。これいくらで作ったか香川さんに聞いてよ。ああ、まあ儲かんないだろうな。ステッカーが一番儲かんないの。ねえ、かっこいいよね。香川プロのやつだね。そういえば、ワンタロウ、香川さんとキスしたんかな？え、ワンタロウさん、え、なに？ワンタロウ今、香川さんと会ってんの？へぇー。あ、そうなんだ。頑張ってるんだ。会ってくれんのかな？ワンタロウ小物すぎるだろ。香川さんと絡むにはまだ早いと思うけど。ほうほう。あいつのトーク力じゃ無理だと思うよ。噛み合ってないでしょ。リスナー扱いだろうね。うん。いや、リスナー扱いでしょ。俺だって、ある程度、ぶっちゃけ対応変えるもん。配信やってるんですって言われても聞かないようにしてるもん。リスナー扱いするよ。うん。だってさ、もう3年半配信やってて、名前聞いたことがないっていうことは、もう、配信やってるんですって言われてもさ、絶対、中堅とか大手ではないじゃん。ぶっちゃけた話。だからもう、なんか、変なところ、あ、触らぬために、神にたたりなしでさ、あんまり触れないように、あ、そうなんですかって言って終わりだよね。うん、へーって言って。広がらないよ。頑張ってくださいね、しか言えないよ。うん。大体さ、自分から私も配信者なんですって名乗ったら負けだからね。負けでしょう、だって。だってさ、リアトチしに来て配信者で知ってたら、ああ、何々じゃんって会話になるじゃん。あの時どうだったのとかいう会話になるじゃん。でも相手がそれ気づいてないで、私も配信やってるんですよって言われたら、へえ、そうなんですかって頑張ってくださいしか言えないでしょ。うん、それはもうリスナー扱いしますよ。俺もよくされたな、リスナー扱い最初の頃。ちなみに俺もされてきたんだからね。うん。誰だお前扱いされるのは、もう登竜門だから。そっからみんな大手になってくんだよ。名前と顔を売ってかないとね、ゆっくりゆっくり。耳が痛い話したのかな？ 10 人ぐらいリスナー減ったな。10人ぐらい今リスナー減ったから耳が痛かったんだろう。Cさんおはようございます。ふーん、頑張ってねってなるよね。うん、いや、なるでしょ。
なるでしょ。あと一番聞かれて困るのが、僕何々っていう小手半なんですけど、わかります？わからねえよ。わからねえわ。わかったら言うわ。もうだから、あの、配信者に出会うとして、僕何々って小手半なんですけど、わかりますはやめてね、みんな。どうだろうね。俺、タヌキっていうサイトを一回も見たことないから、それはダメ。僕のこと知ってますか？アピはいらない。知ってもらいたかったらアイテム投げた方が絶対得。覚えてもらいたかったら花火定期的にぶち上げるのが一番覚えてもらえるから。ああ！すまんすまん。あ、あ。あ、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 停止です。そうなんだよな。そう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 。あの時、あのコメント打ったじゃないですか、とか言われるんだけど、覚えてねえから。毎日何時間放送やってると思ってんだよ。新しいフォロワーさん紹介します。あやかさんフォローありがとう。そういう時は、ああ、あの時の、はいはいはい、って言って他の方見るね。ああ、って言って他の方見る。知ってるふりをしてあげる。ねえ、でねえって言って別の話題するね。俺がだからオーバーなリアクション取った時は知らない時だよ。はいはいはい、ありがとねえってわけのわかんないこと言う。とりあえず俺言っとけばなんとかなるから。とりあえず一番無難なのはありがとねっていうことで。そう。俺がこのリアクションした時は、わかってない時だから。もうとりあえず褒める。とりあえずは、感謝を伝える。嫌われない方法。やべえな、この話するとどんどんかそるな。耳が痛いんだろうね。思い当たるところあるんだろう。今いなくなったやつ。ギクってなったんだろうね。一番リアトツ初めてするときに一番いい方法を教えてあげようか。一番配信者と仲良くなれる方法を教えてやろうか。鉄板で名前覚えてもらえて、鉄板で仲良くなれる方法が一個だけあるんだよ。教えてあげようか。正しいリアトツの方法。正しいリアトツの方法を伝授しようかな。そう。ステッカー買ってあげること。はじめまして、こんにちは、リスナーなんですけど、ステッカー売ってますって言ったらもうキャッキャキャッキャするから。そう。とりあえずグッズを買うところから始めよう。とりあえずグッズ買ってみよう。そしたらね、塩対応じゃなくなるから。そう。そういうことだよ。グッズ買っときゃね、生主なんて現金な商売だから。リアトツの差し入れを喜ぶ人とうざがる人がいる。相手の規模による。例えば、中堅から過疎だったら喜ぶ。差し入れがあんまりないから。要は嬉しいの。あ、俺も大手になったな、みたいな感じがするの。ただ、本物の大手配信者いるじゃん。みどりさん、金梅さん、うなちゃんとか。あれはもう差し入れもらいすぎてるから、うざいって思ってる。だから、本当の大手は、差し入れしない方がいいと思う。桃襟とか。あの辺は、物持ってくるぐらいだったら現金よこせって思ってるぐらいの人間だから、物より金渡した方が早い。もういいのよ。3000円とかでもいいの。封筒に入れといて、少ないですけどって言って渡すと、大手は、ああ、ありがとうよっつって、あげるげっつって。で、封筒の中に入れ、対応がすごく良くなるから。まあ、1万円から、まあ、3000円から1万円ぐらいの封筒に包んで渡しておけば、ああ、悪いね。ありがとうよっつって。機嫌良くなるから。
そうそう、差し入れはね、結構迷惑になることが多い。大手配信者の場合。もうガンガン来るから、断る人多いよ。うん。だから、金渡すのが一番早いよ。うん。とりあえず、仲良くなりたきゃ、金払っとくのが一番いいよ。うん。現金渡すのが一番手っ取り早いよ。佐野さん出てきた。いやいや、全然、僕は、そんなことしませんよ。誰とは言わないですよ。うん。うん、でもさ、ねえ、何百人とか、一日多分10人以上から声かけられるはずなんだよ。金梅さんとか、緑さんとか、チャンマンクラスになると。多分街歩いてるだけで往復で、多分10人には声かけられるレベルなのね。なかなか伝わんないんだよね、それが。なかなかうざいから。その10人から、僕、小手半何やいって言うんですけど、僕のこと知ってます？そういうやつに限ってコメント打たないやつだから、知るわけねえだろって思ってんだよ。ああ、ああ、何々さんねって言ってるけど、分かってないから。ああ、いつもありがとうとか言ってるけど。コメント打たないやつに限って、僕のこと知ってますアピするから。知らん知らん。知らん。知るわけないだろって。それはまだいいじゃん。それはまだいいけど、僕も配信やってるんですよ。何やんぴだよ。やってろよ、勝手にって思うぞ。思わない？自分の立場だったら。知らねえわって思うぞ。思わない？うん、へえ、じゃ、うん。はい、また来てね、たまちび。ありがとう、バーガー。そんな毎回されたらもううざったくなるわな。笑えるよね。辛くなってくるよね。うん。そりゃ引きこもりたくなるわ。アカウントに、アット誕生祭とかも受ける。何誕生祭って。俺見たことないわ。わかんない。何アット誕生祭って。あ、誕生日アピ。あ、リスナーの誕生日アピ。うぜえ。うぜえ。俺はね、コメントで言ってくれる分には嬉しいのよ。今日私の誕生日だから祝ってとかは可愛いの。うん。和道さん、おめでとうって言って、とか可愛いじゃん。だから歌ってあげるの。ハッピーバースデー、トゥーユーって。それはいいのよ。だけど、小手半に誕生祭はうぜえな、正直な。可愛くねえな。あ、誕生日アピーね。うん、ああ、それは痛いね。それも知らねえよってなるよね。うん。わかるわ。逆のパターンもあるの。逆のパターンもあって。あのね、絶対に俺の聞こえるって、俺に見える距離、俺に聞こえる声のトーンで、和道じゃねって言ってるやつも、逆なの、それは。来いよってなるの。あれ和道じゃね、誰和道って、って隣の連れが必ず言うの。ああ、お前知らないの和道って。いいわ。いいわで終わっちゃう。来い！お前来い、俺に会いに。なぜ来ないっていう。桜田はないらっしゃい。それはそれで悲しいんだよね。うん、絶対に俺に聞こえるようにね、和道だって言うんだよ。来いよ、バカって。うん、でもアピールなよっていう。22誕生日祭横浜路上ライブ参戦。あー。痛いな、痛いな、うん、うん、
知らねえよってなるよな。おはよう、ピクルス。おはよう。うん、仮になんだけど、まあみんな住んでるところバラッバラじゃん。バラッバラじゃん。で、偶然、もうみんなが全く予期してないところで、俺のこと見かけたら声かける。要は地元バラバラじゃん。で、告知をしてるわけじゃないの。リアトツマツとかじゃなくて、もう明らかに、あ、和道だと。あんな寄り目のやつ見たことないと。あ、前髪がないと。もう和道だと。黒い服着てると。かけるみんな。どう？もう、みんなが仕事中とか、なんか買い物中とか、全く予期してないところで、ああ、和道だってなったら、どう？どうする？みんなは。かけない派、かける派？かけるんだ。嬉しいわ。かける。ああ、嬉しいね。なんで声かけるの？かけれない。かけたいの。うん。かけれない。うん。かけるんだ。なんで声かけるの？うん。盗撮かよ。スネークかよ。それやめて。うん。お前誰ってなる。恥ずかしい。おー。恥ずかしいから少しためらう。でも多分一瞬だと思うよ。うん。そういう時って一瞬じゃん。多分ね、その場所にね、3分ぐらい溜まってる時は声かけやすいんだよね。だけど、大体すれ違いじゃん。盗撮やだな。そういう時普通に声かけてくれるのが一番ありがたいかな。おー、和道みたいな感じ。一番嬉しいのがそのパターンだね。おー、和道みたいな。見てるよとか。ありがとうございますって言ってすれ違う感じが一番楽。配信者の和道さんですよね。あー、そうなるんだよね。そうそうそう。聞いちゃうんだよね、やっぱ。本人かなーで。結構ね、おっちゃん系だとね、おー、和道みたいな。ああ、何々見てたよみたいな、頑張れよみたいな感じの人が多い、おっちゃんは。結構ね、おっちゃんはすぐ声かけてくれる。お、頑張れよ和道みたいな。生ポやめろとか、そんな感じ。おいっすみたいな。頑張りますみたいな。うん。で、女の人は結構やっぱそういう感じだよね。何々の和道さんですよねみたいな。カタカタ震えながら近づいてくる。はい、みたいな。あれ、でも、女の人の方が写真撮ってくださいとか多いかもしれない。うん。ツーショットで写真撮ってくださいみたいな。いや、かけられても困らないね。嬉しいよ、やっぱり。うん。嬉しいけど、二言目で決まるよね。桜田花って小手半なんですけど、わかります？って言われた瞬間、うぜってなる。うぜってなる。だから、俺に話しかけるときは、小手半アピいらないから。うん、ああ、そうそう、こんにちは、頑張ってみたいな感じが一番楽なの、うん。普通な感じが一番楽なんだよね。うん、あ、写メ撮ってよとか、アイスイスみたいな。ウィスみたいな。かしこまられると一番困るっていうね。芸能人じゃないからっていう、ね。うん、芸能人ではないよっていう。あのね、そうなんだよ。
お前芸能人気取りかよとか、アンチコメ打ってるやつに限って、リアドンした時芸能人みたいによいしょするんだよね。それがうざいんだよ。お前芸能人気取りかよとか、普段アンチコメ打つやつに限って芸能人対応してくるから。そういうやつに限って。普通の人普通だから、本当に。そう、徳次郎さんみたいなノリが一番実はありがたい。俺一回だけあるけど、サインくださいって言われた時爆笑したもん俺。サインなんかないよっつって。ガチでサイン頼まれたこと一回だけあるね。だいぶ前だけど。欲しいかと思って。笑うでしょ、じわるでしょ。サイン頼まれた時は断るよね。本当に欲しいのと思って。笑うわ。ガスト行ってこようかな。おい、行ってらっしゃい。いやー、面白いよね。まあ、うなちゃんマンとか、金梅さんだったらサイン欲しいはわかるんだけど。和道のサインはいらないだろ。絶対いらないでしょ。配信の時風船1個だけ投げて、あとはロムってました。あの配信の時に、いや、あの配信の時にって言われたもんね。いやー、サインとか絶対やらない。勘違いしたくないもん。だって、サインを書いてるところで、それが逆に他のリスナーさんにスネークされて写真撮られたらもう最悪でしょ。黒歴史でしょ。リスナーにサインを頼まれて、ドヤ顔でサイン書いてる俺がパシャって撮られて、ニチャンとかに貼られたらクソ痛いやつじゃん。俺サインは絶対書かないね。どんなに頼まれても絶対やらない。サイン書いたことないもん。やだやだ。絶対やだ。黒歴史で、それこそ。サインは書かないって決めてる。闇将軍書いて置いたらしい。うわぁ、痛いやつだ。うわぁ、うわぁ、すげぇ寒いもだった今。闇将軍何サイン書く練習してんの。うわぁ、うわぁ、なんだろこれ。あ、なんだろこれ。全身寒いもたってんだけど。痛いやつだな、あいつやっぱり。アホだね。からかわれてんの分かってないんだろうね。うん、おい、だって嫌じゃない？カソナマヌシの俺がさ、サインサラサラ書いたら超痛いやつじゃん。上手ければ上手いほど痛くない？サササって、ね、和道って書いたらすっげえ寒くない？和道さんがため、ああ、いいね。あ、それいいね。闇将軍って書いてばらまこうか。それだったら面白いね。うん、横山緑って書いてばらまこうか。それいいね。うん、なるほど。いいね。俺だけど、あれだな。お！ Facebook、申請ありがとうございます。Facebook 2名の人ありがとう。Facebook もし友達つながりたい人いたら申請してください。2人来た、今。アザース。Facebook やってんだな、結構な。あ、Twitter もフォローありがとう。あ、パンツァー4か。ありがとう。Twitter の方フォロバーしてないんだけど、Instagram とあの、Facebook はフォローバーしてるんで、よろしくです。俺、だから同じ原理なんだよ。フォローバーしてくださいとか言われるんだけど、するわけねえじゃん。あのさ、
フォローバックしてくださいってフォローされて嬉しい。うん。それがわかんないんだよね。フォローされるぐらい面白いツイート書いてるのって。絶対書いてないのよ。フォロバーを頼むやつって。面白かったらフォローするから。お前がやることはフォロバーをお願いすることじゃないから。面白くなる人間になることで。そうでしょ？面白いツイートしてたら勝手にフォローされるのよ。なんでフォローを強要するのって思うの。それがわかんない。だから、ちょっとでも見られるとか、いいねとか押されるようなツイッターを書くことをさ、本人はしないといけないのよ。フォローってそういう意味なのよ。俺はそれで頑張ってるわけよ。みんなにフォローされるような面白いコメント書こうとかさ、写真撮ろうってやってるの、努力を。だから、人にフォロワーをお願いするってめちゃめちゃ恥ずかしいことだから。だってさ、俺、金梅さんからフォローされてるんだって言ってさ、金梅さんのフォロワー5万人、フォロー数5万人って、それただのフォローバックじゃん、恥ずかしいじゃんってなるじゃん。だから、フォロバなんかされても意味ないんだよ。だから、それよりも自分で面白い、そう、友達になった気がしてるだけなの。ダメダメダメ。それよりも自分のファンをつけた方がいいんだよ。絶対に。だから、そういう意味で俺はフォロバーしないよ、つってんの、ツイッターは。ツイッター普段使うから。で、面白い、フォロワーがつくようなコメントの書き方とか教えてあげられるよって。その方が絶対役に立つじゃん。だって、ワドウにフォローされるよりも、その、なんつうんだろう、自分のファンがいっぱいいた方が良くない？そう思わない？だからその方法は教えてあげられるのよ。だけど、なんか知んないけど、その、フォロワーをやたら強要してくるやつとか、フォロバがないんだったらフォロー外しますとか言う。そう、愚の骨頂なんだよ。もう嫌なやつになってくると、和藤さんフォロバはしないんですね。フォロー外させていただきますとか言う。なんなん？本当に。めちゃめちゃなんかさ、被害妄想でしょ。なんか俺が悪いことしたみたいになるんだよ。すげえ嫌なんだよ、あれ。フォローされただけで優遇的に思ってる。だろうね。フォローされるイコール認めてもらえたみたいなさ、なるんだろうね。でもツイッターってそもそもそういう機能じゃないじゃん。だからフォロバが強要されるじゃん、精神的に。なんかフォローバックしないとみたいな時期ってあるじゃん。だけど俺それさっぱりやめてから楽になったね。だから変な機能が出てきたね。リスト機能とかってあれフォローじゃん。うん。だから、実はもうフォロバが当たり前になったからリストっていう新しい機能ができて、新しくそのタイムラインに乗るのができたんだけど、見づらいんだよ。一個経由すんのってめちゃめちゃだるいんだよ。もう、なんつうの、アプリ起動したらやっぱタイムライン普通に見たいじゃん。気になってる人の。でしょ？だから、なんかツイッターが迷走してると思うんだよね、今。うん。だから、元に戻そうっていう運動をしてんの。フォローっていうのは気になる人をフォローしようって。うん。キリよく1万人フォローになるとき何人か外れるみたいなときも毎度パターン。あー、狙うのね。いや、それ、ふわっちでも全然あるよ。うん。1000人目がいいみたいな。私1000人目がいいとか。900人目がいいみたいな。一旦外れとこ。後で入ろ。みたいな。なんなん？うん。なんなんだろうね。こだわりがあるんだろうね。やっぱ、ファン心理があるんだろうね。だから、なんか、そうじゃなくて、なんつうんだろう。だから、関係者のみ、フォロバしてますよっていうか、フォローしてますよって書いてあるじゃん。だから、普通に友達になろうとか思わないのかね。スタッフやりたいとかの方が全然いいと思うんだけど。うん。うん。そう。だから、ね、その方がつながり深くなるしさ、リアルで連絡取り合うようになるじゃん。うん、なんだろうね。なんかあんまよくわかんない。だから俺が多分ね、人のファンにならないから、あんまり人のファンってやらないんだよ、俺。誰かを崇拝したり、誰かを尊敬したりとかが薄いから、多分ね、その、ファンになる人の心理がわかんないんだと思う。俺はフォローできる人だけフォローしたいかな。本当にフォローしたい人だけフォローする。
も、なんかみんながそれぞれ持ってるものがあるから、絶対人の役に立ったり、人の情報、あ、この人情報源にしたいっていうのは、プロデュースできると思ってるから、そこはね、全然相談に乗れるよ。うん。ツイッターどういう投稿すると受けがいいとかわかるから。ツイッターに限らずだけどね。ネットって結構わかりやすいんだよ。あんまり変わってないっていうか、昔から。要はね、タイトルとコンテンツの内容なんだよ。で、タイトルがほぼ9割なんだよ。で、ツイッターは特にタイトルがないから。うん。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、なごみさんフォローありがとう。だから、なんつうんだろう。俺にフォローされるよりも、100人にフォローされるなり方とか1000人にフォローされるなり方を教えた方がみんなの人生にとって有意義だなとか思ってて、うん、だから結構 DM とかでもいや和道の配信好きで和道みたいになりたいからちょっと和道流配信術教えてみたいなのは結構丁寧に長文返してるね。こういうことやった方がいいよ、こういうふうなことやった方がいいよとか、ここツイッター見てみたけどここがダメだからこうしたら良くなるよとか言って結構それ実践してフォロワー増やしたりとか配信に活かしてる人いるよ。うん。いや結構相談来る。うん。そう。だからそういう方が絶対身になると思ってるね。うん。だから和道の言ってた通りだわーって言って。うん。大手のなり方はわかんないけど中堅とかまあアクティブ100とかは実際にやってるわけだから。だから、そう、ある程度わかるわけよ。そう、自分が経験したことってさ、その、もう、経験だからわかるじゃん。例えばなんだろう。100メートルを15秒で走ってる人に、100メートル12秒で走れる人は12秒のなり方はわかるわけじゃん。あ、お前筋肉量が足りないよ。だから鍛えないとダメだよ、まずって。とか、あとフォームが悪いよ、とかさ。あと練習してるとか、もう単純なことで言うと。こうやってやると、君の体格だとこれくらいで走れるよっていうのを分かるわけじゃん。で、それが9秒台だったらもっと分かるわけよ。9秒台の走り方を伝えることができるわけよ。ただ俺は9秒台で走れないから12秒台の走り方は分かるよ、みたいな。まあ、12秒って例えばめっちゃ遅いけどね。ハノンいらっしゃい、若津。サイバリオおはよう。ハートありがとう。いつもありがとうね。だからまあ、経験したことは全然シェアしていこうかなとは思ってるけどね。で、なんか、その、リスナーさんがね、配信で食っていきたいと思ったら、ぶっちゃけた話18万稼ぐ方法はわかるから。ああ、美咲ちゃんおはよう。モグリン禁止とか言ってる女何なの？あのね、それはダメ。それは配信者の悪いところ。今、リスナーさんダメなところ話してきたけど、配信者もダメなことがあって、コメントください。あの、初見の放送ね。あの、何々さんいらっしゃい。あの、僕、あの、配信始めてまだ間もないんで、あんまり喋れないんですけど、あ、もしよかったらコメントしてってください。しねえよ。しないわ。面白かったら勝手にコメントするわ。そう思わない？面白くないやつに限ってコメントしてくださいっていうの。バカなんじゃないの？これはフォローバックと同じなの。面白かったらコメントするんだよ。あの、コメント強要するな、リスナーに。本当に思うよ、俺。そう。お前がつまんないからコメントしたくないんだわ、っていう。思うでしょ？そう。これ逆パターン。配信者のダメなパターン。うん。モグリン誰、モグリン誰って言い続けてる人。もうダメだよね。うん。お前、俺さ、だって、こん中でコメント打ってんの10人なのよ。130人モグリンだからね。あ、仮想生主よく聞けよ。うん。130人モグリンだから。特定するの大変だから。それが配信だから。ほんで130人いちいち誰誰って言ってたらキリがねえんだわ。で、大体多分60人ぐらいに2チャンネラーだわ。60人ぐらい2チャンネルで俺の悪口書いてるやつだわ。コメント来るまで無言。あ、まあ、それは別にいいかなと思ってるけど。俺も結構コメント来るまで無言だよ。ただ、モグリン誰は意味わかんないよね。ここインターネットだからっていう。なかなかね、それがね、仮想配信者はそれやっちゃうんだよね。俺にもそういう時期がありましたよ。
そう。だから、逆に言ったら、その、コメントが欲しい時にコメントしたくなるような誘導ができるようになると、配信者だよ。素人から抜けてくの。そういう技法っていうのがいくつかあって、例えば、極端なことを言う。極端なことを言うと反論が来るでしょ。だから、要は釣り配信っていうのがそのジャンルの一個なんだけど、極端なことを言って、反論を拾うっていうやり方。あと、煽るっていうやり方。うん。要は、リスナーさん、特定のリスナーさんを煽って、コメントをこう沸かせるっていうやり方。あとは、呼びかけるっていう手法もあるの。うん。これどう思うっていう。いや、ないでしょって言って、同感、同調意見を呼び起こすっていうやり方があるの。要は、その、確かにとか、あ、俺もそれわかるわっていうの。そっから温まっていくと、面白いことに、これみんなわかるって言うと思うんだけど、一回コメント書いて拾ってもらう流れ、つい気になってコメント一発打って、それをこうやりとりが始まると、コメントが止まらなくなる瞬間ってあると思うの。あれ、こんなつもりじゃなかったのに、戻るつもりだったのにっていうコメント打っちゃう瞬間ってあるでしょ。で、大手になる人とか、上手い配信者とか、人集める配信者ほどこれが上手いんだよ。要は、そんな気じゃなくて、ロムル気で行ったのに、ついついコメント打ってて30分間感想最後まで見ちゃった。そう。で、次枠行っちゃうっていうのが、上手い配信者だよ。あるでしょ？うん。これが上手いやり方。ここまで行くと多分中堅抜けると思うね。過疎抜けるかな。要は、その、リスナーさんを居かせるっていう。あのね、これ、じゃあ、さっきも話したけど、過疎配信者多分見てる人多いから教えてあげる。あのね、これ本当に極意だよ。これ多分ね、誰も教えてくんないけど、これ本当のことだから教えてあげる。あのね、配信っていうのは、新規を集めるんじゃないんだよ。みんなブラウザバックするの。要はみんなずーっと面白いところ、最初は朝起きました、配信見ようと思いました。だいたいね、5、6回ブラウザバックするの。要は見に行くの。で、あ、つまんない。あ、見る。あ、つまんない。あ、可愛い子発見って言って、どっかに居つくのよ。だから簡単なの。要は、滞在時間を長くしたやつの勝ちなの。うん、要は、ずーっとみんないろんな世界中の人間がブラウザバックを続けてるから、要は、ここに留まってくれる人の確率が高くなれば高くなっていくほど、5分でもいいの。1分でも5分でもいいの。で、1時間、だから長くなれば長くなるほどいいの。要は、新規の人がどんどん蓄積されていくことによって、大手に見えるだけなの。だから、もし、過疎生主がいたら、新規を取ろうってするんじゃなくて、新しく来てくれた人の滞在時間を長くするっていうこと。要は、おもてなしだから。これ本当だから。これができるようになったら中堅超える。ニコシーいらっしゃい。これ本当だよ。ああ、そうそう、コンテンツを持つことね。うん。例えば、だから、まあ、俺がなごみさんが占い配信者で、俺なごみさんの配信見たことないけど、どうやってやるかっていうと、あ、初見さんいらっしゃい、占い配信者です。じゃあ、早速占ってみましょう。あなた何月生まれですか？コメントください。ね、12月って言ったら、ああ、12月の人はこんな性格をしてるんですよ。こうでこうでこうでしょ。当たってます？外れてます？って言ったら、当たってるか外れてるって言うでしょ。それで、当たってるパターンっていうのは5分の1だ、確率的に。当たってるってなると、他の配信者、他のロムってる奴らが、え、私もやってください。私12月です。って言って、もうループが始まるのよ。でしょ。だから一人の新規が来た時に一個とどまってくれるネタを用意しとけばいいの。誰々さんが来たと。その時にその人が一分とどまらないといけない強制的な楽しめるコンテンツっていうのを持ってくのよ。はい、何々さんいらっしゃい。はい、じゃあ生年月日書いてくださいとかさ。性別何ですか？血液型なんですか？あ、じゃあ占いますねとか、ふん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 。あと、この色が好きですねとか言ってる間は絶対聞くから。うん。だから、占いっていうのは、キラーコンテンツでいいと思うよね。もう挨拶もらうたんびに仕掛けることができるから。そう。攻めができるから。羨ましいよね。そういうコンテンツ持ってるっていうの。俺の場合、その、なんだろう。雑学だから、なんだろう。途中から来た人はわからないわけじゃん。うん。だから、一回一回説明するのも嫌だから、俺が心がけてるのは、必ず5分以内で1個の話題が終わるように絶対考えてやってる。5分後には別の話題、5分後には別の話題、5分後には別の話題。だから、その、滑らない話とかも、4分から5分ぐらいの尺でやってるんだよ、あれ。で、なんでかっていうと、テレビってすごい考えられてて、
要は途中から来た人、1時間の映画とかって、2時間の映画とか途中から来たら分かんなくなっちゃうじゃん。だから5分にギュッてまとめて、次、5分ギュッてまとめる、5分ギュッてまとめるってやると、途中から入ってきた人が参加しやすいのよ。で、あと、その、途中から入ってきた人の質問をなるべく多めに拾って、そのコンテンツをギュッて話してあげることによって、いつく可能性が高くなるっていう。そういうのは昔から訓練してたかな。うん。で、それがループしていくと、もう、その、ずっと楽しい楽しいってなっていくから。大体その喋れるのに面白くないやつっていうのは、俺がそのパターンだったんだけど、喋りはできるんだけど、面白くないっていうのは、大体そのパターン。10分とか15分とか長いっていう。要は新規が楽しめない。あくまで配信者は新規拾ってなんぼだからさ。うん、一つ目のコメントに対しての広げ方が大事。本当にその通り、カズキン。本当にその通り。一個目の、例えばその、一個のコメントに対して広げるっていうのは、実はリスナーさんからしたら嬉しいことなんだよ。俺の話題をメインでやってくれてるっていうのはさ、結構嬉しいじゃん、やっぱり見てて。だから、その、何でもいいんだよ、ぶっちゃけた話。何でもいいから、その話題に一個集中してあげることによって、それはファンサービスであるし、そのコメント打ち替えがあるっていうことだから、コメント打つのが嬉しくなるわけじゃん。そうするのを繰り返していくうちにコメント俺も拾ってもらいたいってなるわけだから、相乗効果がどん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 コメントが増えていくわけよ。だから一個の話題を広げる技術っていうのは必要かもしれないね。本当にカズティンの言う通りだと思うよ。ただそれを無理やり広げなくてもいいのよ。わかんなくてもいいの。その話題に集中してあげるっていうことが大事だと思う。うん。で、もっと高度なテクニックを使うとするなら、そう、コメントを広げるっていう話題ができなくても5分引っ張ると、そっから5分間話した自分のワードを広げるのよ。要は派生させていくの、どんどん。例えば、いやー、牛乳とアンパンってすげー合うよねっていう話を5分すると、いかに牛乳とアンパンが美味しいか。で、逆のパターンっていうのもあるわけ。牛乳に合わない食べ物もできるわけだ。例えば、牛乳と納豆って最悪なの知ってる?みたいな。でさーって言って、コメントがなかったら納豆の話題に行くの。納豆っていうのは、実は日本で作られてるものじゃないっていう説があって、クレイジージャーニーっていうのを見たんだけど、その世界中のアジア各国に納豆っていうのあるの知ってたって言ってコメントがないと。じゃあこその5分話した後にクレイジージャーニーっていう番組が松本人志とバナナマンの設楽と小池栄子で面白いんだよってコメントないと。でね、バナナマンのコントなんだけどってどんどんできるのわかる?これ。無限にできるんだよ。そう。だから、それを無限にできる技術をまず覚えて、その中でリスナーさんの受けのいい話題がどこなんだろうっていうこと。それを見極められるやつが、結局人が集まるやつなんだよ。うん。まず、その話がループし、ループっていうかその、派生させて広げていくんだよね。お弁当作ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ありがとね。10月17万も稼いだんですね。生っぽ抜け出せますね。うん、抜けられる抜けられる。あのね、稼いだのは11月ですね。ちょっとお見せしましょうか。あのね、実はね、10月って俺、配信してないんですよ、ほとんど。10月は3万だって。10月は3万。これね、5日ぐらいで3万円。10月ね。書いてあるでしょ。10月は3万円。で、11月は18万8000円。こんな感じです。で、今月の目標は、25万円。12月の目標は25万稼ぎたいなと思ってるんで。もし面白かったらなんか風船とか1個でも全然本当にいいんで、アイテムいただけると励みになります。よろしくお願いします。よくさ、風船1個バカにする配信者とかいるけどさ、俺はそういう配信者嫌いだね。リスナーさんが稼いだお金とかを大事にするようになりたい。ミッチー、こんちゃ、いらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてね。ありがとう、来てくれて。あ、ハートプレゼントありがとう、ももちゃん。ありがとう。
バカプレゼントありがとう。あざーす。旅配信に使います。バカプレゼントありがとうね。うん。ミッチェありがとう。ももちゃんありがとう。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、ミッチー、フォローありがとう。ありがとうございます。頑張ります。風船10個ありがとう。ハートありがとう。バカありがとう。あれ俺 LINE どこやったんだ。のんたん携帯電話ある？あ、いいや。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん。あれ？フォロー増えてないな。あれ？ごめんなさい、フォローないです。はい、頑張るよ、ももちゃん。ありがとう。うん。ありがとうございます。ニコ生から3年ぐらい前から見てました。マジで言ってんの？超古参じゃん。一番古い配信どれ？ミッチーが一番古いなって覚えてる俺の配信ってどの時？ 3 年？ 3 年ぐらい前ってだって相当初期だよ。俺3年半だよ。マジで言ってんの？超古参だよ、それ。超古参だよ。ありがたいね。すげえ。みーちゃんいた時、懐かしい名前出てきたな。お店で働いてたの、そんな前じゃない？去年だね。去年だから、そんなに古くない。そんなに前のことじゃないね。うん、最近の話ですよ、割かし。お店で働いてたの。まあ、お店も7店舗やってたから、赤坂の頃が一番古い頃かな。だから力屋さんとかと、力屋さんに店長やってもらったのは一番古い店。リケアさんのは一番古い店だね。
ハートプレゼントありがとう。みーちゃんいた時だったら3年前あり得るな。うん、今新しい素晴らしい彼女と出会いましたよ、僕は。マジで超可愛いから。俺の新しい彼女。リスナーさんでもあるから、多分、配信でよく見かけることになると思うけど、よろしくね。マー君って人にも絡まれてましたよね。そう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 。絡まれたところじゃないよ、もう。顔面複雑骨折してんだから。うん。大変だったよ、もう。ねえ、彼女できてよかったよ、本当に。もう一生孤独だと思ってたからね。もう彼女できないと思ってた。皮膚がやたらかゆいな、いろんなところが。バイトなんですが朝から酒飲んでます。大丈夫？大丈夫なの？和道さん昔の配信知らないんですよね。今と違いますか？俺は別に意識して変えてないと思ってるんだけど、なんか違うっていう人はかなりいるね。うん、俺は別になんか同じ雰囲気でやってんだけどね。アルバおはよう。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、峰岸藤子さん。フォローありがとう。ワドちゃん。藤子フォローありがとう。藤子にフォローされた。違うかな？全然変わってない気はするんだけどね。毎日やってるからわかんないよね。だから、昔のリスナーさんは変わったなーってよく言うよね。俺的には何にも変えてるつもりないんだけどね。藤子にフォローされたわ。懐かしいな。何がどう変わったの？昔と。何にも変えてるイメージもないし、変えたわけでもないんだけど、丸くなったんじゃないの？多分年取っただけでしょ。人間年取ると丸くなるから。落ち着いた配信が好きな人は今の配信が落ち着く。結構だから、なんか、再評価されたよね。昔こういうスタイルでやってると、だらけてるとか、つまんねえとか言われたけど。うん、もともとこういう
まったり配信が好きだったから、雑学配信っていうの、こういう配信で再評価されたのは本当嬉しいと思ってるね。うん、良かったなと思ってる。俺的にはあんまりなんかゴリ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 せんなんつーの、キチガイ配信みたいなあんま好きじゃなかったからやりやすいよね。あと放送が荒れなくなったっていうのが一番でかいね。まったりいいよね。うん、ありがとう。旅配信必ずやるから。今その準備段階ですね。いろいろ家のものもちょっと整理してやってますよ。はい、アルバさん花火ありがとう。ありがとうございます。よいしょ、足腰強くなっていくからね。あざーす。ニコ生からフワッチに移動して、うん、本当に環境がガラッと変わったよね。ニコ生で大手になりたかったけどな、正直なこと言うと。あ、パークおはよう。うん。あ、この前ギターアドバイスありがとうね。結局ね、やっぱネックがだいぶ反ってた。六角レンチで締めたら、だいぶフラットになって、F もちゃんとジャラーンって出るようになったから。よかったよ。相当反ってたね。やっぱ6年前に買ったギターで、一回も調整してないって言ってたから。曲もできたよ。一応その番組側の方でもそれで OK 出たんで。リハ緊張したよ。声裏返ったよ。音程が取れなかった。まあ後半っていうかもうなんか2、3フレーズ歌ったらなんとかなったけど。今日完成したよ。弾いてみようか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってて。聞こえる？聞こえてんのかな？こっちかな？音来てる？どこだろう？あ、こっち入れてねえや。ちょっと待ってね。音来てる？音来てる？聞こえる？音来てる？そっちが。
当に来てる？本当か？来てるよ、音聞こえる？来てなくねえか？聞こえてる？本当に？はい、若つゆ、そよ風ちゃんいらっしゃい。あ。あ。下手だよ。笑うなよ。歌詞どれだっけな。笑わない？なんだっけ。なんだっけ。なんだっけな。メロディーが重いですよね。なんだっけ。なんだっけ。メロディーが重いじゃないんだけど。なんだっけ。ちょっと待って。
A メロが思い出すね。がね、だいぶねクソってたんだけど直しましたね。すげえフラットになったでしょ、うん、綺麗でしょ。反りがあったんだけど、いやパーコがねずっと教えてくれてたんだよ、こうした方がいいって。 F も綺麗に出るようになったでしょ。まだ練習しないとね。10日が撮影ですね。魔法使いの女の子、今日も一人で絵を描くの、心の闇をキャンパスに乗せて。魔法使いの女の子、ずっと一人で生きてくの、魔法が途切れた、絵が描けない、君の笑顔を取り
知りたい。はい、こんな感じです。あ一日で作ったにはまあまあいいんじゃん。あれマイクは突貫工事で作ったにはまあまあいいだろなかなかやるだろ。天才だな俺な。天才だよ天才。何でもできちゃうんだから。もうシンガーソングライター名乗っていいよ俺。シンガーソングライター。ねえ、いいでしょ、うん、そう。だってもう、ギターなんて触ったのさ、中学2年生ぶりだから、いくつぐらいの時だろう。ギター触ったのが中学2年生の時半年ぐらいやってて、ついついパスタ。あ、パスタのなんだっけ？なんだっけ？歌詞忘れちゃったけど、あれも良かったよね。うん。ねえ。なんだっけ？Oh my love you, oh my love you, ティンタタンタタンタタンだっけ。Oh my pasta ね、うん。オリジナルだね、うん。冷たい方をちゃんと弾けるようになりたいな。あなたのことを深く愛せるかしら。子供みたいな光で僕を染める。声高いな、スピッツ。キーが出ない。声張らないとやっぱキー出ないよね。うん。ギター欲しいな、俺も。ギターいいよね。旅配信始まっちゃうからギターできないけどね。スモークオンザウォーターっていうの。これ？スモークオンザウォーターっていうの。ディープパープルの曲なのは知ってるけど。あ、みさき座長、うい、さっきごめん、挨拶だけで。いらっしゃい、久しぶり、元気？俺もふわっち、ずっと居ついてるから、もしよかったらフォローして。ギター弾けない、弾けない。全然。なんか、テレビ局の、依頼でラブソング歌ってくれって言われた、オリジナルの。で、なんか、突貫で曲作っただけ。なんだっけ。三崎座長、昔から結構ニコ生時代からたまにコメントお互いの枠で打ち合ったりとかしてたかな。うん。結構古いっすね。付き合い。会ったことないんだけどね。一回飯食いたいよね。あれ、三崎座長上野でなんか、あ、キャバクラかなんかやってなかったっけ？あれどうだったん？おい、おう、おかえり。ヒロくんってヒロくん？
あ、今大宮でやってんだ。へえ。あ、そうなんだ。え、何系のお店？うん、I want to be, I want to be the minority. I don't need your authority. Down with the moral majority. Cause I wanna be the minority. A place allegiance to the underworld.高いのかな。ニコ生時代は佐藤で支援、うん、ゴッドだよ。ガールズバーなんだ。あ、ガールズバーだったらちょっといけねえわ、うん、福岡で出る。へえ、すごいね。へえ、おはよう亀仙人。 I wanna I want to be the minorityI don't need your authority. Down with the moral majority. Cause I want to be the minority. I pledge allegiance to the end of world. A nation and a dog say a witch to save alone. おはよう。Nana don't ever reach a sand and no, no. A fish in the crowd, a song against the wall. We'll die without doubt. Singing out the only way I know, cause. あ、グリーンデーってほんと3コードなんだな。面白いね。I want to be the minority.I don't need your authority. Down with the moral majority. Cause I... おはよう、モロピーさん。ガールズバーか。すげえな。CG、CFG だもんね、ほんとに。I want to be the minority.I don't need your authority. Down with the moral majority. Cause I want to be the minority. A fresh allegiance to the underworld. One nation and a dog ever which is ever long. 稼ぐ目的ならニコン生よりふわち。どうだろうね。人によると思うよ。人によると思う。 I want to be the minority. I don't need your authority. Down with the moral majority. Cause I want to be the minority. A pledge allegiance to the underworld.A nation and a dog ever with us ever long. Fish in the crowd, a song against the moon. But that does sing another. これグリーンデーですね。Only way I know, cause I want to be the minority. I don't need your authority. Down with the moroma.Jolority, cause I want to be the Jolority. 懐かしいよね。歌ってみようか。今ちょっとコード進行覚えたから。歌ってみようか。歌えるかな。I want to... こっからか。いくよ。1, 2, 1, 2, 3. I wanna be... 間違えた。I wanna be the minority.Down, そうな。I wanna be the minority. Down, 歌詞がわかんない。ごめん。Down with
サモロマジョロダウエサモロマジョロリティコ I wanna be the minority I preach allegiance to the end of world ワナシナナドクセマウィッチュセブロウフィスインデクローズアソンギキッサモウWhen I don't think I'm not the only way I know Cause I wanna be the minority ダメだね、うん、1、4、5の3コード、うん、懐かしいね学生とかはねよく歌うよね、うん、まあ3コードの神様ですよ3コード3つのね3つのコードだけで曲を作っちゃうこの人たちはすごいよね C と G と F だね、スポーツオーソリティオーソリティとは言ってるんだけどスポーツではないねマイノリティっていうのは少数派って意味だよ。オーソリティとかは、大衆派って意味じゃなかったかな。マイノリティ、マジョリティ、あ、マジョリティが大衆派か。朝からギター弾いて配信なんてリッチな生活だよね、うん、からギター配信なんかいいよね幸せな感じするよね This is only a test Emergency evacuation protest May impel Europe early to operate my shelly Can't quite tell, just find the best of me I've a literature then 全然できない一人ぼっちの歯ブラシなんだっけ時枝裕二だっけ一人ぼっちあれ流行ったよね一人ぼっちの歯ブラシの歯ブラシサクラバユージか
ねえねえねえ君は愛の続きを、わかんねえ、ねえ誰としてる、わかんねえ、ねえねえ君はか、ねえ君は愛、コードがわかんない、愛の続きを、やっぱスピッツが好きだね。君忘れない、違うな、君忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、二度と戻れない、くすぐりあって転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる、愛る愛してるの日々、きえ？愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、いつか。ちょっと待ってね。でもコードが見づらいんだよな、これ。小さくするわ。ピッツいいね、好きだね。君忘れない、あ、そうだ、君忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、二度と戻れない、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ、いつかまたこの場所で君と巡り会いたい、F なんだ。どんなに歩いてもたどり着けない、心の雪で濡れた頬、悪魔のふりして切り裂いた歌を、春の風に舞う花びらに変えてて、きっと想像した以上に騒がしい未来が、コードが分かんないね。僕を待ってる、愛してるの響きだけで強く、
またこの場所。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。鮮やかな喜びを潰れるほど抱きしめて許しても、真面目にも生きてゆける気がしたよ。朝がまたこの場所で君と巡り会いたい、ミスチル分かんないな。スチルで簡単なコード進行、なんかグレイの B ラブドはめっちゃ簡単だったね。グレイの B ラブドでもいい？ OK。もうどれくらい歩いてきたのか、街角に夏を飾るひまわり、おはよう、面倒な恋を投げ出した記憶、思い出すたびに切なさ募る。懐かしいよね。忙しい毎日。忙しい毎日に溺れて素直にられる中で、忘れてた大切な何かに優しい火が灯る。やがて来るそれぞれの交差点を迷いの中立ちと止まるけど、それでも人はまた歩き出す、巡り合う恋心。どんな時も自分らしく生きてゆくのに、あなた がそばにいてくれたら、ああ夢から覚めた、はい、これからもあなたを愛してる。これ簡単なの、コード進行が。いい歌だよね。もうどれくらい、この曲一番好きだね、やがて来る
やがて来る。それぞれのこの交差点を迷いの中立ち止まる。立ち止まる。迷いの中立ち止まるけど。それでも人、それでも人はまた歩き出す。巡り合う恋、巡り合う恋心。練習しないとね。あとなんだろう、簡単な曲ってなんかある？有名な曲でなんか知ってる人いる？ビートルズとかレッドイットビーとか、レッドイットビーにしようか。難しいかな。グレー声高いね。 When I、 なんだっけ、 When I When When my、 うん、なんだっけ、タンタンタンタタ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 、まざめ、うん、Come to me、 わかんねえ。 Taking up the タタタ、わかんねえわ。そんな難しくなさそうだけどね。うん。Let it be, let it be. わかんねえ。Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Be Western, da 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 da. Stand by me か、いいね。サンキュー。スタンドバイミー名曲だよね。スタンドバイミーでやってみます。スタンド、スタンドバイミー。でつてんでで、でつてんでれて、でんでれて、つてんでれて、でんでれて、デレデデッツデレデ。 When the night、 違くね、 When the night has come、 When the night has come、 And the rain is dark、 And the moon、 This the only light we'll see、No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. ひどいなこれ。 When、When the night, when the night has come, and the rain is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid.いろいろ悲しいよね。
わかる。マーミーダーリンダーリンステン、マーミーオーステン、マーミーオーステン、バイミーなんだっけ。なんだっけ、こんなんなかったっけ。マヨッチ、おはよう。何が辛いってさ、これを聞かされてるリスナーが一番辛いからね。これあれだな、あ、わかった。マイクのこれが当たってるんだ。うん、おはよう。もう8時かよ。みんな仕事をこれから。もう8時だよ。大丈夫？朝だぜ。みんなも物好きだね。朝から配信見て。いいね。ほんと配信大好きだよね、みんなね。なんでそんな好きなの？仕事上がり？お疲れ。お疲れ。俺の配信にハマった？中毒性あるよ。長くなるよ。寝ます？初見も。コリン星いらっしゃい。ギターで弾き語りして。いや、違う、ギター練習中なの。うん。10日にカメラの撮影があって、テレビの撮影があって、そこでオリジナルソングをやんないといけないのよ。ついつい和道さん探しちゃう。フォローしときなさいよ、フォローを。探さなくてもいいでしょ。フォローして。指がまだ硬いね。まだ出るか確定ではないよ。撮影があるだけ。使われるかどうかわかんない。
お知らせも来る。でも探しちゃう。やるときにはお知らせ来るから大丈夫だよ。うん、嬉しいね。そう。ここはまったりだからね。うん。なんかこうみんなが幸せな気持ちになってくれたら嬉しいけど。うん。特にね、面白いことやるわけでもないけどね。うん。魔法使いの女の子、今日も一人で絵を描くの。心の闇をキャンパスに乗せてて、心のや、心の闇をキャンパスに魔法使いの女の子、ずっと一人で生きてくの。魔法、魔法が途切れた。ん？なんだっけ？そうそう。魔法使いの女の子、今日も一人で絵を描くの。心、ん？なんかおかしいな。心の闇を、心の闇を、心に乗せて、魔法使いの女の子。チューニングずれたのかな。ギターいいな。いらっしゃい。まだありがとう。Thank you.
ああ。どうやって使うんだろうな。8時半になったら家。家がどうしよう。ギターの音って聞こえてんのかな。聞こえてんの？いや、多分ね、このマイクで拾ってんだよ。ああ、そうね、中で内蔵ミックスされてないんだよね。やっぱ違うな。あ、何が原因なんだろうな。これがよくわかんねえんだよな。ああ。やっぱ違うな。ふざけすぎて恋が幻でも構わないといつしか思っていた。壊れながら君を追いかけてく。
トイレ行ってくるわ。あ、なんだろうね。に、キーボード。これ設定しないといけないのかな。あ。出力されてないな。眠くないですね。眠くない、うん、やっぱこれ刺さってない。ギターからだろう。配信した時から。うん。なんだろうな。ギターが原因なのか何なのかわかんねえな。おはよう。おう、ナポコフ、おはよう。久しぶり。元気？なんかツイッターの画像全部消してたね。なんかあったの？なんかツイッターの画像が全部消えてたけど。減らった。なんかあったの？4時ぐらい、そんなもんすかね。いや、1時だ。思い出した。夜中の1時から起きてますね。ヘラルト追消し。いや、俺もよくやるから。ヘラったんだろう。いや、寝なくて大丈夫だね。てか、昨日、昨日さ、体調が悪くてさ、早退しちゃって、昨日睡眠障害出てやばかったんだけど、今日は大丈夫。
ありがとう、心配してくれて。寝起きはすっきり全くしない。ていうかもう、極度の、なんつうの、低血圧。親子のままもう食べ終わったね、だいぶ。あー、辛いよね。ヘッドホンで聞いてるのは自分の声と音楽。だからリスナーさんの、どういう音が届いてるかを全部ここで聞いてんの。ここで音作ってんだけど、これが音作る機械で、例えば音楽上げるのはこのつまみで、音でかくなったでしょ。これ。で、これをつまみゼロにすると音楽が消えると。だからリスナーさんにどういう音が届いてるのか全部ここで確認してんの。例えばこのボリュームを上げると、あって声がでかくなるでしょ。これが自分の声の。自分の声はこうやって届けてる。聞こえる？あ。で、これがヘッドホンから聞こえる音とか。全部ここで作ってて。で、まあ、これ押すと、こういう風にエコーがかかるんだよね。うなちゃんマンのやるのって。あ。あんたたち、行くわよ。っていう。いや、自分の声は聞こえてた方がいいんだよ。だからラジオと一緒だよね。ラジオと一緒。起きた時タバコいっぱい吸うね、俺も。次枠、ああ、もうこんな時間か。次枠やろうか。うわ、気づかなかったわ。もう4時間配信してたんだ。うん。バイトはね、俺は家を9時半に出るから、あと1時間できるね。お疲れ。たくさんアイテムありがとうね、みんな。たくさんアイテムありがとう。OL 業8ヶ月ぶりに復帰した。いいじゃん。働くことはいいことだよ。働け、いいことだよ。やりがいがあったりさ、生きる場所があるってことはいいことだから。社会が君を必要としているよ。疲れで減らった。あ、わかる。現実疲れね。わかるよ。オールで仕事行きますね。仕事って言ってもまあ4時間なんで勤務。夕方には帰ってくるんで。全然平気ですね。むしろ12時間ぐらいすっきり寝たんで、バッチリっす、体調は。うん。全然平気だよ。余裕。ありがとう、ヒロさん。ありがとう、心配してくれて。嬉しいよ。心配？うん。ありがとう。じゃあ、114名の皆さんありがとうございました。フォローしてくれた人ありがとう。あと5分で1回、この枠は終わりになりますが、通訳も開くんで、もし面白かったらでいいんで、フォローしていただけるとすごく嬉しいです。もし初見さんとかまだフォローしてない人がいたら、ぜひフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。みんなありがとう。フォローってどうやってやるんだっけ？スマートフォンの場合は、どうやってやんだ？俺のサムネイルかなんかを押すと、俺のサムネイル、サムネが下の方とかに出てない？うん。なんか、パソコンだとフォローするっていうボタンが出てるんだけど、今日も一日頑張ろう。うん。パソコンの場合は、なんかこの辺にフォローって出てるはずなんだよ。なんか、ワドをフォローするみたいなボタンが、画面の下あたりに出てないかな？
どっかクリックするとフォローするっていうのが出るから、そしたら俺の配信があると、フォローで表示されるんで、どっかフォローボタン探して、フォローするっていうのが画面のどっかクリックするとあるから、フォローしてください。フォローボタン絶対にあるんで。多分ね、左下の人のマークだって。左下のね、サムネか人のマークをクリックしてください。お願いします。ありがとう、なお。ナボコフ、あんま頑張りすぎんなよ。頑張ってるから減らっちゃうんだよ。ありのままでいいんだよ。頑張らないで。ナボコフは。笑顔に行こう。笑顔で。ありのままの自分をね、大切にしてください。おい、ヨシピコ、久しぶりじゃね？うん。もうすぐ終わっちゃうから、次枠で来てくれいい。久しぶりだね。カルピスあんま好きじゃない。なんで？カルピスあんま好きじゃない。嫌いでもないよ。いや、それがテレビ局の取材で、10日に撮影なんだけど、オリジナルソング作ってくれって言われて。ありがとう、さくら。うん。で、なんか、曲を、ちょっと、テレビで、撮影で。うん。昨日、カメリ入ってきたんだけど。今飲んでるんだ。カルピスね。リスナーのこと覚えてるな。そうだね。俺にとってリスナーは仲間だからね。うん。ちょっと普通の人と違うんですよ。地上波ですよ、思いっきり。うん、地上波です。あ、言っちゃダメなんだ。まあ楽しみにしてて。それいい。みんなおつー、フォローしてくれた人ありがとね。うん。フォローしてくれた人ありがとう。次枠行きます。アイテムくれた人とフォローしてくれた人ありがとう。コメント打ってくれたみんなもありがとう。2030名の皆さんありがとうございました。次枠行きます。トリオツです。トリオツー。みさきちゃんハートありがとう。パーコギター教えてくれてありがとね。うん、ありがとう。トゥントゥントゥントゥララ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 ラお疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。